おはようございます。今日はですね、2017年5月の29日月曜日、10時50分です。おはようございます。寝れなくて困ってますよ。やばい。ソニーちゃん、ラブリーさん、いらっしゃい。寝れないよ。もうアドレナリン出まくってて、何やってもダメ。暑くてじゃなくてスパーリングアウトだから寝れないんですよ。ずーっと試合のこと考えてますね。もう嫌です。もう躁状態、躁うつ病の躁状態で辛い。もう脳が限界の限界まで疲れるまで寝れない。でランニング行こうと思ったんだけどね、足が痛くてもう走れないし。ゆうちゃんまだつ、おはよう。やばいよ。の、そうそうそう、アドレナリンがバーって出てるから、もう飯食ってもオナニーしても動画見ても風呂入っても何やっても寝れない。もうダメだ。何やっても寝れない。もうダメ。本当に辛い。なもう配信しようと思って、もったいないから時間が、もう喋って喋って喋り倒そうと思って。そらまみちゃん、おはよう。超辛いよ。病気だよこれ。病気、完全に病気。辛いよ。体中痛いしよ。ちょっと荒野の枠は面白かったけど、荒野の枠はちょっと笑った。暑いよ。いや、稲子が寝るのはあれ酒飲んでるからでしょ。おー、みずきちゃん、おはよう。よいしょ。暑いな今日。いやー、荒野面白かったよね。荒野面白かったね。昨日もらったステッカー PS4 に貼ることにした。 PS4 なんだ。新しいステッカーのデザインもしてるよ今。2枚新作出すから合計3種類になるね。ありがとうね、バレーニョ。ですね、新しいステッカーのデザインは、おはよう。おお、解放、おはよう。いやー、寝たいのに体休めたいもん。ステッカー第2弾のデザインはこちらですね。あ、間違えた。練習、そうですね。毎日やってますね。配信載せてないけどね、最近は。もう、普段の練習場所、練習できなくなっちゃったんで、配信ができないんですよ。あ、そっか。キャプれないか。うん、ツイッターに画像載せてるよ。新しいステッカー出るよ。ボクサーじゃないよ、俺。配信者。あ、ありがとう。ありがとう。そう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 。こうや、かわいい。いやー、かわいくないけど面白かった。かわいくはない。面白かった、普通に。途中からもう面白くなくなったけど。途中まではすごい面白かった。この前ボクシング、キックボクシングね。配信者の格闘技イベントがあるんですよ。これなんですけど、ステゴロって言って。これに出るために練習してるので、ボクサーではないですよ。初めて3ヶ月ぐらいなんで。可愛くはないだろ、あんなの。こうや可愛いとか意味わかんないもん。俺はそういう趣味ないよ。これね。シャンマンに VIP 席用意しとけば盛り上がったのに、まあスポンサーとかいろいろ難しいだろうけど、あれでしょ？そうじゃないらしいよ。リアルな話、NG があるらしいよ。
その出場選手の中で、昔ちゃんまんと遺恨がある人がいるでしょう。昔からニコ生見てる人だったらわかるけど。おい、なんだ。はい。あ、払います。はい。お願いします。あ、いやいやいや、いらっしゃい。さとみさんズキティってありますよ。あります、あります。うん、支払い、支払い。2ヶ月で8000円だった。うん、女同士でね、相撲をやりますね。うん、さすがに高いかな。1ヶ月4000円ぐらいじゃないの、みんな。高いのかな、分かんねえわ、相場は。こんなもんじゃないの。タバコ取ってくる。そうそう、2ヶ月滞納、旅行ってたから払ってなかった。まったり、まったり楽しもうぜ。バカプレゼントありがとう。アイスコーヒー、俺タリーズが大好きで。相撲。元気だ、すごい狭い。あれ、金梅さん、おはようございます。いやー、サーキットやばいっすね、サーキットトレーニング。おはようございます。初見さんいらっしゃい。僕も、ヒカルくんと達彦さんにボコボコにされて、足上がんないっす。もう本気で蹴るから。っていうか、ヒカルくんめちゃめちゃ強くなってますよ。金梅さん。多分、金梅さんも1週間やってるんで、めちゃめちゃ強くなってますよ。同じ練習やってるんですよね。ヒカルくんの成長スピード、本当にやばかったっす。もう、昔はちょっと勝てるかなっていうの、薄い希望あったんですよ。ちょっとこれこうやら勝てるかもしんねえみたいなのあったけど、全く歯が立たなかった。何されてんのか全然わかんねえの。マジでヒカルくん強かった。今回のイベントはね、主催者の便所太郎さんが放送の権限持ってるんで、僕はYouTube にアップロードされてから、解説枠とか多分次の日とかやるんじゃないかな。負けたらやんないけどね。バカありがたいっすじゃん。やばいっすね、もう体ボロボロっすね、ばあさん。早く大会終わったら、うまい酒飲みたいっすね。みんなで。和道さん相手誰やっけ？テルチャンピンだよ。テルチャンピン。昨日いたでしょ？タチウエコさんお疲れっす。寝れないっす。寝れないっす。ヒカルは、プロ相手にパンチ当てて、うわぁ、マジっすか。べらぼうに強くなってて、本当に何もできなかった。タリーズのブラックが大好きなの、俺。これよく飲むんですよ。何あれと思って、本当に、本当に知ってるヒカルくんじゃねえ。
いや、10日までこれ、こんな睡眠障害になって頭おかしくなるよ、本当に。メンヘラの、躁うつ病の、もう末期のうつよりもやばいもん、寝れないの。これ新しくなってうまいよね、金のやつね。これ、パッケージ変わったと同時に味が全然変わった。さらに良くなった。ギャラあるよ、もちろん、小野さん。ハートありがとう。うん、頑張ります。まず、出場選手全員にギャランティーとして3万払うっていうのは確約してくれたんですよ。もしチケットが売れなかったら値段下げるって言ってたんですけど、チケット完売したんで3万全員に約束してくれて、さらに、勝った方には金一封出るみたいです。ワードも企画あるから、これ。いや、もう、バエさんにも、まあいいか。昨日の練習 YouTube に上げたんで、もしよかったら URL 送りますよ、LINE に。昨日のヒカルくんとか。でも、あれっすよね、金バエさんも練習があるから、自分の動画見たいですもんね。金バエさんが、スパーリングやった日曜日のやつ、再生数6000再生とか言ってて、僕の YouTube にしてはかなり言ってます。山口県からきついね、玉尾さん。気持ちが嬉しい。ありがとう。あ、動画全部見てもらえてるんですか？ありがとうございます。ねえ、あ、いやいや、金バエさんすごいよね。勝った方には金一封。で、値段教えてって今日言ったの。便所太郎さんに。そしたら、違うんだよって。もともとギャラ3万円は便所太郎さんの権限でギャラ払うんだけど、後半になって、スポンサーさんが現れたの。で、封筒を各選手の試合の用意してくれて、これを勝った方に渡してくれって封筒で渡されたんだって。だから中身開けてないからいくらかわかんないって言ってた。だからもうそのまんま封筒を渡すって、勝った方に。で、全試合の中で MVP って言って一番いい試合、第7試合の中で一番いい試合をした人にもさらに金一封だって。場所はね、新木場ファーストリングですね。そう。で、一応、僕、生まれて初めて雑誌に載りました。メンズナックルズに、掲載されてます。で、さらに、ナックルズとスパーが、で、取材されるみたいですね。5万は入ってないんじゃない？いや、でも気持ちが嬉しいじゃん。イベント盛り上げてあげて、選手ね、3万円じゃ少ないから、勝った方には俺出すよって言ってくれてる男気リスナーさんがいるんだから、まあ、女の人かもしれないけど、俺はすげえありがたいよ、そういうリスナーさん。なんかその全体を盛り上げようみたいなノリがすげえかっこいいじゃん。で、名も名乗らず。なんか金額じゃなくて、やっぱね、そういう人になんか報いたいよね、やっぱり。面なく？あ、メンズナックルズね。山中さんがわさざソロドアウトのこと？ごめん、海保さん全然わかんないわ。テルチャンピンにギャンブルの資金を与えてはダメだ。お金じゃないけど、あるとやっぱりやる気よ。まあ、金じゃないっつうか、まあ金普通に嬉しいけど、別にね、1000円でも5000円でもさ、気持ちが嬉しくね？なんか、普通、なんかかっこいいじゃん、それ。なんか、今回の選手、勝った方にちょっと盛り上げてあげてよって言うのは簡単なんだよ。誰でも言えるんだよ。だけど、勝った方にやったら盛り上がるだろ？これ使ってよって。アンパンマンの精神だよ。僕の顔を少し上げるよって。でしょ？現金くれるって。アンパンマンだよ。司会の人？司会じゃなくてリングアナでしょ。リングアナじゃなくて、実況か。俺、動画何回か見たんですけど、一個手応えあるパンチ、今日、実はあったんですよ。多分、デンプシーロールやろうと思って、2回しか出せなかったの、フック。多分、その時の右の返しだと、右だと思うんですよ、多分。右っすよね、多分。右が一発スコンって入って、しかも、すごい、初めて、あ、これ倒せるかもって思ったんですよ、今日。しかもね、思いっきり振りかぶったわけじゃなくて、結構、スピード乗せて、体重でバッていったのが、すごい感覚だった。右ですよね、多分。右のフックですよね。ロシアンフックじゃなくて、多分、こういったやつじゃないですか。
右ですよね、多分。そう。あれ多分一定だろうなって思いました。あと、辰彦さん、俺ちょっと気になってるのが、今日3発ぐらいロー入れたじゃないですか。あれどうだったんですか、ぶっちゃけ。あのローはダメだったのか、良かったのかを知りたいんですよ。なんでかっていうと、青山対策で、アウトロー最近やってなくて、しかも辰彦さんがインローもなんか、昔はパンって入ったんだけど、クッションでかわせる、なんつうんだろう。パツンってかわすから、今日手応えインロー全然なくて、それ調子狂っちゃったんだよね。インローで、いつも左にバチンって入れんのよ。で、相手のテンポ狂わせるみたいなのすごい好きだったんだけど、全然入らないの、今日。右かな？なんか動画見てもどれかわかんないんだよね。テルはスピードで来るから、前半はガードが必要。ていうか、ガードはもう絶対必要だよ。俺がガードゆるゆるガバガバすぎるんだよ。なんであんなガバガバになるんだろう。上げてるつもりなんだけど、全く上がってないからね。ローは OK でした。大丈夫でした。あ、よかった。パンチ。なんかね、顎に入る感覚ってこういう感覚なんだっていう。今までね、この辺ばっかりだったんだけど、多分、顎に綺麗に入ったんだよね。なんかね、抜けるの。手応えが。こうね、ボンってぶつかる感じはダメなんだよ。こうボンってぶつかって、拳痛いだけなの。ま、ダメージを与えられるんだけど、倒れないじゃん、こんなの。そうじゃなくてね、こうね、スコンみたいな。なんかこう、クニョンって、こう、スコンって気持ちよく入るの。多分、それがね、顎痛いやつだと思います。右フック。まあでも、辰彦さん、ちょっと打たせようとしてたかな。あれ、反撃できた。でも、あれ、違いますよね。偶然カウンター取ろうとして、カウンターが合わなかっただけで、偶発的に入ったんですよね、あれ。だから、本当は俺ももらってたんだよ、あれ。ワンテンポ、ほんのコンマで外れてたら。俺が、パンパンって行こうとした時の、パンの後のカウンター取ろうとしたところに、バンって入ったんだよ、多分。だ、偶然、その、カウンターにカウンターが合わさっちゃっただけだから、あれ危なかったの。辰彦さん、めちゃめちゃ強かんだよ。すぐわかるもん。ああ、もう何割できてるとか。で、ドレさんとやってる時が本気なんだよ。俺、それわかるもん。まあ、試合の時のあれとは違うけど、ドレさんとやってる時は、マジ。本意気の戦い方してる。いや、だって、スパーリング だって仕事後なのにさ、スパーリング一番組まされてたじゃん。みっともちもずっとやる。ね。もうほんと、ほんとすみません。タチさん。のフック、多分、試合で出せたらいいと思った。初めて。あ、これだっていうの初めてあった。でもダメダメだったけどね。俺ね、3分だと思って、短えな、短えなと思ってたんだよ。3分じゃなかったよ。2分だったんだよね。 そう、なんでこんな短えんだ。今日時間経つのクソ早くねと思って、ペース配分全然わかんなくて。3分3ラウンドの時、がむしゃらにやったじゃん。で、力抜け、冷静になんないダメだっつって、今度冷静になったじゃん。で、冷静にならないとと思って、ペース配分がわかんなくなっちゃってるの。スタミナも考えないととか、いろいろ考えてたら怒られてたよ。ヘタレがーって言われたよ。ヘタレがこの野郎って言われたよ。イラッとしてる。イラッとして考えてやってんの？と思って。集中させてと思って。バリ雑言を師匠からいただきました、今日は。怖かった。抜かすテクニックっていうのかな。あとね、今日ね、テルチャンピンがすげえ嫌だなと思ったのが、実はね、ヒカル君にも辰彦さんに言われてたんだけどね、ももに向かって膝ぶつけてたの。超至近距離でバーンって、その、なんていうんだろう、ああいうの。
ももに向かって膝をやる技ってなんて言うんだろうね、あれ。痛いじゃん。ああいう地味な技を覚えてて、そう。うわ、これうめえと思って。もう速攻パクろうと思ったけどね。速攻パクろうと思って。あれガードできないもん。まあ、ガードはできるんだろうけど、すねと膝だから相性悪いやんな。まあ、いい技を教わってるよ、本当に。なんかリスナーさんに教えてもらったらしいんだけどね。もうでもね、だんだんね、これ正直変な話なんだけど、俺青山と会いづらくなってきた。あの青山の顔見れなくなってきた。だんだん喋りかけらんなかった今日は。本当に。申し訳なかったけど。もう正直言うと会いたくない。もう試合まで。そうっすね。10日終わったらもうフラフラになりましょう。正直、あの、会ってて平気だったけど、寝れなくなってから、だん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 なんか、会いたくなくなってきた。多分ね、青山もそうだったから帰ってくれたんだと思うんだよね。多分同じなんだよ、青山も。あの、憎いとかじゃないんだよね、もう。だ、あ、こいつと殺し合うのかっていうのがね、嫌なんだよ、もう。もう、仲良くなりたくないっつうかね、気まずくなってきて。ナーバスだよ、めっちゃ。和道ナーバスだよ。二人の空間独特のものがありましたね。俺、今日は特になんか、こんなの初めてですね。青山と会ってて。今まで全然なかったけど、今日はなんかもう青山と喋る気分じゃなかったですね。うん、光くん強いのよ。光くん伸び率がやばい。もう超差つけられた。まあ、もともと光くんの方が強かったんだけど、まだいけるっていうのあったんだけど、もうわけわからん。いや、もともと仲いいんすよ。もともと仲良くて、俺が青山結構買ってて、すごい好きで気持ちいい男だから。青山対策ずっとやってるよ。やってるよ。うん。ヒカル君素質ありますね、本当に。すっごい素直な性格で、すぐ覚えるんですよ、言われたこと。素直だから。だって、スパーリング中にね、ヒカル君さっきでこうやって見てて、ドルさんのこと。ダメだよ、ヒカル。この辺をぼーっと見るんだよ。それ、目で盗まれるぞ。この辺ぼーっと見ろっつったら、スパーリング最初にぼーってやって、バンバン殴る。ああぼーっとしすぎましたって言って。ボンボンって殴る。ああって、どうしたっつったら、ああぼーっとしてたんですって言って。それくらい素直な。笑っちゃうでしょ？戦ってる最中にだよ。マジかと思って。超天然なんだよね。試合ではヘッドギアつけるんですか？つけない。和道さん学生時代何部でしたか？まあ、帰宅部だよね。安定の帰宅部。うん。光くん素直だよね。すごい。あれはまあ、でももう彼、努力家だし、まあね、そこを羨んでもしょうがないからね。そこを羨ましいとかくだらないこと言っててもしょうがなくて、俺はもうこの体で生まれてきたんだから。まあ、16オンスなんで、まあ、鼻が折れるとか、目が切れるとかじゃないですか。まあ、こんな感じですよ、16オンスって。拳の大きさが、これくらいだした。アンパンマンみたいなの。これ16オンスの。だからまあ、まあまあ、歯も折れないと思うけど。うん。初見さん、ありがとう。荒野から来ました。あ、ありがとう。うん、青山の蹴り、あれもらっちゃダメ。あ、ほんとね。あれ、あ、でもね、やめとこう。正直言うと、今の青山の蹴りの方が俺はありがたい。正直言う。今の蹴りのままでいてほしい。プロのグローブはね、もうこれの半分ぐらい、半分、3分の2とか半分とか、もう二回りぐらい小さい感じですね。だから今日8オンスっていうの見てて、これで殴ってんだ、みたいな。これ一定し効くよな、って、みんなで。でもね、ワンチャンダウンあると思う。あのね、このグローブでダウン取るって、プロでもすごいって言われてるの。ドレさん曰くね。俺は分かんないからやったことないから、ドレさん曰く、これで、
ダウン取れるのはプロでも難しい。で、あの、普通の選手、今回の選手の中で唯一取ることができるとするならヒカルくんだって言ってた。ヒカルくんはもしかしたらワンチャン奇跡起こってこんなグローブで倒せるかもしれないって。で、俺それ本当にあり得ると思ったのがベンジョさん効かせた左ブローだよね。左のフックでグラつかせたの。ベンジョさんをだよ。ヒカルくん、もしかしたら KO 見れるかもしれないよ。伸びるかもしれないよ。どちらかっていうと蹴りの方が3万じゃ割に合わないけど、そういう話じゃないので、まあ金で言ったら割に合わないですよ。20万ぐらいかかってますよ、今回の企画で出費20万ぐらいかかってる。あのね、ゆうとさんでいいのかな。ゆうとさんね、だいたいイメージしてもらいたいのが、あの中学生とか小学生の時にバスケットボールのパスとかが思いっきり顔にバーンって当たったのを思い出せます。ドッジボールでもいいや、できればバスケットボールの重さね、それがボンって顔に当たる感じで、それくらいの衝撃なのよ、本気で殴っても。まあハードパンチャーは違うけど、でこれでブロックしてたら痛くないじゃないですか、それが飛んできても。でもまあ衝撃は来るじゃないですか、怖いじゃないですか、そういう感覚だから、それをこうかすらせたりとか打ち払ったりとか、打ち払うのが一番そのあれなんですけど、まあ、もろにもらうと、ボンって。だから何発ももらってたら倒れますよ、もちろん。鼻血ブーですね。うん、鼻血ブー。うん。ヒカルくんの相手格闘技経験者だよね。空手黒帯かな、うん、結構痛いやつ。ただ、我慢したら別に、あれじゃないですか。もう腹くくって死んでも構わねえっつって、ノーガードでバンでもいけるじゃないですか、鼻血バンでも。だそんな感じっすね。だちゃんとずっと我慢してたら、倒れないみたいな。そういう感じに近いかもしれないです。それが、俺が多分一番近いと思ってる感覚かな。バスケットボールが思いっきりバンって当たる感じ。体力ね。やっぱりっすか。もう一睡もできないっす。オナニー4回しちゃいましたよ。オナニー4回しちゃったよ。オナニー4回した上に、しかもね、ちょっと不謹慎な話なんだけど、リスナーさんのね、あややで抜いちゃったよ、俺。あややの、サムネがあまりにもエッチだから、これ。俺、あれ、どこだ？俺、これで抜いちゃったもんね、この小さい画像で。これで抜いちゃったもん。それくらいもう悶々としてた、4回目は。うん、うわとか。あ、でしょ？達彦なら分かってくれる。本当に。4回目はもうどうしようもなくなって。今度私抜いていいよ。あ、ありがとう。助かるわ。うん、もう多分、あややコメント打たないだろうね、二度と。ぐでたまバトツー。いやーもうどうすればいいんだろう。もうこんなの続いてたら寝れねえぞ、俺。マジで。うん。あー、ポチマルありがとう。うん、あー、ありがとう、おのちゃん。うん。イケメンだもんね。みんなでオナニーするわ。みんなで2400人と乱行パーティーする。オナニーするわ。いやーどうしよう、本当に。つれえ。これやっぱアドレナリンってんのかな？どうしようもないぐらい目が冴えてるもんな。ね。もうね、本音を言うなら俺は辰彦さんに電話したいの。あの、3品の蹴りどうでしたとか。パンチどうでしたって、どんな感じなんすかって聞きたいんだけど、それを聞いたらカス野郎じゃん。だから聞けなくて悶々としてるっていうのはあるよね。本当は聞きたい、もん電話でこそこそもう 2,3 時間聞いてメモ取りたいのよ。パンチはこうでしたねとか、リズムパンパンパパンですねとか、もう全部聞きたい。だからもうそれでも聞いたら野暮だから、ずーっとヒカルくんの音はこれくらい、ヒカルくんの蹴りこれくらい痛い、チャンピンこれくらいの音、ふんふんとか、パンチは、これくらいの音だからあんまり、これはいいなとか、
一人でずーっと青山の V ずっと見てんの。光くんとの戦いとか、龍彦さんとの戦い。そら豆ありがとう。みんなのオナペ、みんなオナペットだよ。みんなはもうリスナーじゃないよ。俺のオナペットだよ。いやー、つらい。シャンビンバネがいい。体の使い方うまいんだろうな。俺だからみやびさんと練習したことないからわかんないよ。だから動画は見たけど、どうなんだろうね。やってみないとわかんないよ。俺は素人だもん。格闘技やってる人だったらわかるかもしれないけどさ、もう人のこと言ってる余裕なくなってきた、マジで。誰がどうとか言ってたけど、もうね、もう語る気すら起きなくなってきた。もうそんなこと言ってる場合じゃねえんだよ。俺の試合どうするかだから。もう正直そんな余裕ない。もう人のことを研究とか解説する余裕ないよ、俺。そういうのはもう終わった後やろう。強い弱いじゃなくてリングに上がるってことが本当にすごいと思う。いや、なんか負ける前提みたいになってきたよね、最近コメントね。だ、努力してるじゃん、頑張ったよって過去形なんだよ。頑張ってるから勝てる、絶対勝つとかコメント勢いあったんだけど、なんかね、チャンピンの公開スパーリングからね、なんかね、和道は頑張ったよ、大丈夫だよみたいなとか、リングに上がるだけで尊敬するよとかね、そんなコメント、お前ら負けると思ってるだろうみたいな。俺そういうの敏感だかんね。もう完全に大穴になったでしょ。完全に大穴ですよ。いやマジでそういう空気感、なんかコメントの質が変わる、この気を使わせてる感すごいよ。なんか辰彦なんかさ、毎回練習するたびに絶対勝てますよ、グラッときましたよみたいな感じで、めっちゃなんかおだつくれんの、モチベーション上げてくれんの。そう、蹴りよかったっすよみたいな、最近ないもんね。大丈夫っすよ、努力してるんですから頑張ればいいんですよみたいな。どういうこととか、これやべえなと思って。ワド負けても笑わないよ、俺が笑えない。笑えないよ。なんか最近なんかちょっとあれだよ、みんなに気を使わせてしまってるよ。いや、あのね、秒殺ダメだと思ってたけど、俺も思ってたの、3分間盛り上げなきゃ、あ、9分間盛り上げないとって思ってたけど、悪い、あのそんな余裕ない、あの断言します。あのごめん、あのパフォーマンスとか考えてた、いろいろどっかでふざけようとか考えてた、ちょっとごめん、本気で行く。あのね、秒殺だけはダメよなんていうね、思ってたの、俺も。そんな余裕ないよ。相手。マジで全生命をかけて、もうし、本当に、もう死んでもいいぐらいで飛び込んでいかないと無理。秒殺できるもんなら秒殺で勝つよ、俺は。そんな余裕ない。これはマジ。ルナちゃんありがとう。コブラありがとう。そんな余裕あったらどんだけ楽か。はあ、辛いよ。辛いとも違うし、なんつうんだろう。1ラウンドまた2ラウンド早々で決着つくと思います。多分もう、ラッシュでバン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 入れて、スタンディングでダウン取るしかないと思ってる。倒すんじゃなくて、もう圧倒的に仮面にしちゃって、上から殴りつけて、それが多分ね、一番いいと思う。もう要は、和田レフェリーが止めなきゃっていう状況、素人同士だからっていうぐらい、もうバッカンバッカン上から殴っていって、コーナーで。それでスタンディングダウン取るのが一番いいと思う。で、相手戦意喪失させて、もう一回それやったら多分、それが多分一番綺麗な KO だと思う。あの右フックは入ったら倒れると思いますね。本番ヘッドギアないっす。
体重生かすっていうかね、俺が運動神経ないからね、自分の体重が全部逃げてくの。体の使い方分かってないから。もうね、俺がイメージしてるのはもうマイク・タイソンばりの動きをしてんのよ。もう、パンパンみたいな。パンパンみたいな。全然違うの。動画見てへこむもんね、毎回。マジで。全然動きが違うの。その、イメージしてるのと、全然違う。鼻曲がらないように、もう曲がったよ。ヒカル君にこの前、逆方向に曲げてもらって、比較的まっすぐになった。逆方向に曲がった。もう鼻高いから軟骨ずれるんだよ、すぐ。もうしょうがない、これは。多分鼻血ブーブーだと思うよ。試合では。もともともう、折られてるし、曲がっちゃってる、しょうがないよ。格闘家みんな鼻曲がってるよ。もうそんなの気にしてらんないよ。いいんだよ、別に顔で売ってるわけじゃないし。ミドルやばいっすね。今日、達彦さんが7割ぐらいのね、ミドルね、バチン入ったとき、ここに入れてくれたんだけど、これボディに入ってたらやべえなって思った。ボディなんか倒れねえよ、ミドルなんか入らねえよとか言ってたけど、会長のボディでボディの怖さ知ったし、今日ミドルの怖さ知って、もうね、もうやだ。こんな痛えの？みたいな。もうね、みんなね、本当にね、いい大人に思いっきり蹴られるとか、もう本当きついからね。いい大人に本気で殴られるとか。膝蹴りとか食らったことある？超痛えから。痛えとかじゃないもん、苦しいもん。うっ！っていう。左ミドル入ればやばいですよ。まあ地獄でしょうね。俺叩かれ、あ、そうだ、左だ。左のレバーブローだ。ミドルキック入ったら終わりだな。一発でゲロ吐く自信あるわ。あと、この一番最初の時の練習の、フラフラの状態になっても死だな。もう、だから難しいよ。もう、捨て身覚悟、おはようございます。捨て身覚悟でさ、飛び込んで、狙って、ぶん回して、ねえ、3ラウンド目ヘロヘロでぶん殴られるか。ねえ、こう、細かく器用に戦うかとか、もういろんなこと頭ぐる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 してるもん。いってらっしゃい、達彦、いってら。頭ぐる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 。もうね、頭痛いのよ、首が痛いのよ、今日は。ヒカル君がバカバカ殴るから。ヒカル君にバカバカ殴られて、星飛んでたもん、俺、ピヨピヨって。ああ、もう、やだ。アドレナリン出れば痛くないんだけど、今日アドレナリン出てなかったんだよね。超怖くて。で、アドレナリン出すぎるとスタミナ配分できなくなるでしょ。もうわけわかんないよ。格闘家すげえ。格闘家ってマジすごい。殺意を持ってクレバーに人殺せるんだもん。わけがわかんないよ。毎日怖えよ。怖えよ。助けてくれー。怖えよー。怖い。どうしよう。あー、やめればよかった。なんで俺試合出るとか言っちゃったんだろう。もう絶対もうやんない。もう第2回出るとか、ね、勝ったら出るとかね、言ってたけど、もう出ない。俺今回で絶対やめる。絶対やめる。もうこんな思いしたくない。二度と。いや、もう。あ、胃が痛くなってきた。やめよう、この話。余計寝れなくなるからやめよう。もうやだ。
ロテイン毎日飲んでますね。ちょうど試合前になくなります。マチルダいらっしゃい。マチルダからだもんね。マチルダがベンゾさんが募集してるよって言って、やるやるっつって、マチルダナイス情報とか言って、あの日に戻りたい。あの日に戻って出るわけねえだろバカこの野郎って。緊張する。お酒飲んで寝るのが一番だよね。お酒飲む習慣があんまないからさ。ラムがあるな、ラム飲もうかな。でも打たれた後って飲んじゃいけないんじゃなかったっけ。ラム飲む？ラムがあるけど、まあ、絶対太る酒だよね。サトウキビで作ってるお酒だけど。 KP する？ KP しようか。 KP ちょっと飲みます。割りもない。うん、あ、強っ。何度これ？40度。強っ。 KP 寝れないのは武者震い。武者震いっていうのは違うの。あのね、男の人ってアドレナリンが過剰に出ると本当にビビってるみたいに瞳孔が開くのよ。こうでカタ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 ってこう震えるの。本当に過剰にアドレナリン、多分ね、女の人は分かんない、女の人は分かんないと思うけど、男の人って本気で人殺そうとか本当の喧嘩モードになると瞳孔がカーって開いて手とかこうやって震えるんだよ。全身が震えるの。カタ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 って。本当にこれ、それが武者震い。本当の そこまで言ってるの。俺はそこまでは言ってないけど、そうなりかけてて、一番最初へばった時あったじゃん。あの日はもう殺意バンバンで、もう気持ち入りすぎて、だから叫んでたのよ。あの、筋敵入ってるよって、膝反則だろとか言って、明らかに年齢年上の人とかに言ってたじゃん。もうカッカカッカしてたの。覚えてないのよ、自分で。あとゴングの音聞こえなかったの。なんかヒカルくんがなんか言ってるな、みたいな。で、話、話って聞こえて、あ、話かって思って、そのまま、なんかドレさんがタオルで拭いてくれて、で、そのまま戦おうとしたら、ワード違うよって。もう終わってんだよって。あ、終わりっすかみたいな。そう。もう全然記憶が、なんつうの。もう過集中っていうのかな。だから声が全く入ってないっていう。だから極端なの、俺。もうガーって入るか、もうポケーっとしてるか、どっちかな。多分、試合本番はもうカー状態だと思うよ。全く音聞こえないと思う。で、あの、ほら、大会に出たことないから、ベンジョ太郎さんとか達彦さんに聞いたんだけど、勝ったらみんなベタ褒めなんだって。だから、どんな感じなんですか、ベンジョさんって聞いたら、勝てば官軍、負ければ、なんだっけ、俗軍？もうあの言葉のまんまだって。もう負けたらボロッカスに言われるんだって。ヘタレとか、あ、もうだ、もう本当に仲間内から相手にされなくなるんだって。1ヶ月ぐらいで、あれだよ、配信じゃなくてだよ、リアルな身内からそういう扱いを受けんだよ。でも勝ったら KO で勝ったらもうヒーローなんだって。よかったよってみんなから、かっこよかったよとかすげえよってみんな言ってくれるんだって。すごいよね。そのもうほんとファイターの世界じゃん。でも配信なんかさ、みんな寝ちっこいからさ、負けたら1ヶ月どころじゃないよ。もう一生言われるからね。一生言われるから。100% だよ。ネチ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 。そんな思いしたくないもん。2年どころじゃないよ。2年どころじゃない。一生言われるよ。ことあるごとに。いやー、もうたまったもんじゃねえよ、ほんとに。
亀のホストみたいにネットで遊ばれるかもな。まあ遊ばれるだろうね。まあ、まあ、それはしょうがない。配信者が戦うってそういうことだもん。みんなのおもちゃでしょ。勝者インタビューのイメージ。俺はね、あの、畠山さんが勝った時のあの笑顔をイメージしてる。ふわーっていう。もう子供みたいに笑うんだよ、畠山さんが。あんな気持ちいい顔してる大人を見たことなくて、俺こんな大人になろうと思ったの、子供の頃。こんなにかっこよくて、こんな子供みたいに笑う大人の人っているんだと思って。俺はだからそれが理想かな。その畠山さんみたいに、もうその誰かに見せびらかす笑いっていうか笑顔じゃなくて、もう本人から湧き出てくるみたいな。だね、あんまりその客の入りみたいなのは俺は気にしてない。あ、いやいや、俺はあんまそこはね、気にしてないの。そうじゃなくて、体にルルルのローションつけて出る人いないかな。俺はでもそういうの嫌だよ。気持ちが悪いじゃん。遺恨が残るから。一生の恥だからね。俺ら侍の末裔なんだからさ、そういう恥ずかしい戦いは日本人はやっちゃダメだよ。それは卑怯者がやることだよ。俺はそう思う。俺はだから、なんか普通に戦おうと思ってる。もしそういう人がいたら、体にローション塗ってるやつとかがいたら、俺は縁切るね。大会で。このメンバーの中で誰かがそういうずるいやつがいたら、俺はそいつと二度と話さない。人として関われない。尊敬もできない人とは俺は関わらないって決めてるから。バカありがとう、今日の CD。 ありがとう、スンジさん。みんなこんな感じなんだろうな、今頃。全選手が。みんなこんな感じなんだろうね。あんまりダメよ、ナーバスになってるからさ。お前なんか勝てねえぞとかさ、もうやられちまえとか絶対言っちゃダメよ。ほんとナーバスだから、もうそれは絶対やっちゃダメ。もう勝つとか負けるとかも嫌だもん。多分ね、俺ヒカルくんでも今日やってよかったなと思ったのが、あのね、攻撃って最大の防御だわ。あの、もう手も足も出なかったのはね、多分ね、ヒカルくんが勇気持ってね、もうやられても構わねえと思って飛び込んだからなんだよね。まあ、体調管理っすね。もう、グラグラしてね、ダメだから。だからね、もう一番いいのはやっぱ捨て身だよ。本当に。
もう絶対倒れない、絶対もらっても倒れないって腹くくって気合で踏ん張って、もうもらいながらガンガン攻める、バッチバチに殴り合うのがもう一番早いと思う。もう知らんと、もう殺せっていう、殺すかもうどっちか死のうぜっていう、もう技術じゃないよ本当に。バッチバチに殴り合えばいいんだよ、紅の豚みたいに。もう最後ヘロヘロでも、最後ヘロヘロでもいいじゃんお互い。もう生きてきた全部の命使ってバッチバチに殴り合えばいいんだよ。もうかっこ悪くてもみすぼらしくてもいいから。でももうグーの根も出ないぐらいぶっ倒されればいいんだよ、どっちかが。喧嘩だよ喧嘩、喧嘩だよ。ごめん、酒入れるわ。どうなんだろうね、でも俺は青山が努力してないとは思ってなくて、ただ青山は積み重ねてたんだよ多分。俺が寝てたり俺がサボってたりした人生の間に青山は走ってたんだよ、サッカーボールを追っかけて。だからね、トータルで見たらその試合までの人生全部の中でどれだけやってきたかなんだよ。早いとか遅いとかじゃなくて、全人生が詰まってるような気がしてきた。練習の期間じゃないんだよ。そう、生まれてからの、その、誰と殴り合ってきたかとか。まあ、だけどね、俺はその中でドレさんと出会って、ヒカル君とやってって、いろんなね、達彦さんともやって、いろんな人でやって、猫王さんとかね、タイガーとかとやって。どうなんだろう。強っ。なおたくさんお疲れっす。いやーもう寝れないっす。本当に夢が試合なんですよ。もう辛いっすね。不安なのかとかわかんない。もうとにかくずーっと頭が冴えてんの。でもずーっと試合のこと考えてんの。何やっても布団について寝てても、もうね、すごい。寝たいのに寝れない。脳がもうカッカカッカしてる。脳が超冴えてる。ですね。こんな経験ないっすね、本当に。こんな経験ないっすね。
それがまた体がいてんだよ。もうヒカルくんにここを思いっきり入れられて、もうそう本番気づかなかったんだけど、なんか歩いてるとだんだん痛くなってくるの、2、3時間後。でも帰る頃にはビッコ引いてて、もう今立てないもん、本当に。いやいやいや、もう恥ずかしくて。いやーもうひどいです。ヒカルくん超強くなってますよ、ナオトクさん。びっくりしました。一週間前と全然違う。手も足も出なかったですもん。本当に、前までは正直言うと、ちょっとこれワンチャン勝てんじゃねえかっていうのあったんですよ。好きみたいなのが。あれこれいけんじゃねえのみたいな。ヒカルくんの方が強いけど、ワンチャンこれいけるぞみたいなのあったんだけど、もう何されてるかわかんなかった今日は。昨日か。バッカバカだもん。プレッシャーかけるの上手くなってるし、コンビネーション早いし、びっくりしたのが、俺のパンチ全部パリングで払われたの。パリングなんか一個も使えなかったんだよ、ヒカルくん。もう全部入ってたの、ジャブが。それがね、パン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 払ってくんの。もう超やりづらかった。シップとか貼ってないよ。あれは、強いぞ。勝てるぞ、ヒカルくん。いや、全然違います。びっくりしました、本当に。めちゃめちゃ上手くなってます。もう2個3個、本当に、この1週間で。で、体調悪いって言ってる状態でそれですもん。肉離れ起こしてるとか、もう顔げっそりしてんのにその状態でやられちゃったから。うん。うん。いいんだよ。もう、嘘を晴らせればいいから、俺は。もう、とにかく喋って、とにかく今の気持ち全部吐き出して、リスナーさんに。じゃないともう寝れない。もう全部全部弱いところも、なんだろう、自信あるところとかも全部だよね。怖いのは怖いし。見えなんか張ってらんない。そんな余裕ない。飲みたいもん飲んで、もう寝れるためだったら何でもいい、もう。うん。言い方おかしいかも。ずーっと続くわけないから、6月10日頑張ってね。聞いて、いっぱい。もう超弱いよ。もう本当にね、なんだろう、情けなさとかもあるのよ、正直。民剤も飲もうかなって思ったの、ハルシオンあるから。飲もうかなって思ったけど、薬飲むと、またメンヘラモードになるの分かってるから、便所太郎さんの方が全然段違いんですよ。何言ってんの？俺一番弱いんだから。ネタじゃなくて、本当に一番弱いのよ、実際。便所太郎さん、絶対勝てないよ。うん、日本刀を持って勝てるな。日本刀か拳銃渡されたら勝てるけど。うん。それでもちょっとやるのに躊躇するレベルなの。木刀じゃ勝てないだろうな、多分。そうですね。拳銃あれば勝てますね。1週間か。え、これ試合まで続くの？この状態が。病気になるよ、これ。本当に。精神病になるよ。本当に。病むわ。なんかもっと楽しいものだと思ってた、俺は。もっと強い子だと思ってたわ、自分のこと。いや、今酒飲んでます。酒に逃げてます、ついに。がっつり解禁してますね。もう飲もうっつって。今40度の酒をちびちび煽りながらやってますね。もう弱い子です。悪い子です、僕は今。もうがっつり飲んでますね。うん、
もう、飲んでるところじゃないですよ、直拓さん。もう、あんまりにも寝れなくて、僕、今日何やったかって言ったら、オナニー4回しましたから。オナニー4回して寝れないぐらい覚醒してますから。もうこれダメだ、つって。何しても無理だ、つって。リスナーさんのサムネでオナニー最後しましたけど、寝れなかったです。まあ、そうだろうね。走りたいけど足痛くて走れねえよ。明日は走るけど。今日か。今日は走るけど。つらい。多分勝つ方泣くぜ、これ。多分。勝った方、リングで多分、号泣すると思うよ。多分。プレッシャーからの解放とか、いろんな思いが、もう、いろんな思いで、多分ね、叫ぶか泣くね。うん。絶対、断言できる。なんかその本格的に選手になろうとかじゃなくて、せっかく覚えたことだから、あのほらブヨブヨじゃん体、ちょっと1年ぐらい続けてなんか体引き締めたいなと思った。やっぱドレさんの体とかヒカルくんの体とかさ、かっこいいから、うん、いや俺負けたら多分ヘラって放送しばらくやんないよ俺、うん、多分やんないと思う。みんな言ってた。負けたら放送できないね、これって。うん。ちょっと待って。ちょっと待って。LINE 来たわ。出ねえな。いや、もしもし、はい、え、なんて、暇やろ。いや、暇じゃねえよ。なんて LINE 送ってきたの俺に。え、今日パチンコ行こう。お前さ、うん、お前寝た今日。なんて、お前ゆっくり寝れた今日。寝たよ。え、3時4時ぐらい寝たよ。お前すげえな。なんで？いや、今から、もう、俺グッズ届いてさ、今日。おう。で、販売して、おう。で、おう。で、キリがついたら、おう。え？服買いに行って、そっからパチンコ行こうかなっていう。ほほ。そう。行く？お前すげえな。なんで？お前すげえな。ごめん、ちょっと行けねえわ、ごめん。あ、そう。うん、悪いな。うん。お前すげえわ。うん。なんで？いや、俺今配信中だから、ふわっちで、うん。あ、そうな、俺キャスで配信してる今。あ、そうなんだ。そうそう。ちなみに俺のタイトル、寝れないだから。寝れないタイトル、今。今、寝れないタイトルで、あれから寝てねえわ、一睡も。ナーバスになって。で、青山も絶対ナーバスになってて、っていう話をずっとしてたの、この1時間。うん。お前は何？今日、リスナーさんからもらったお金で、服を買い、うんうん、パチンコに行くっていう余裕があるの。そうそうそう。お前、すげえわ。俺、オナニー4回したからね。それで寝れてないからね。しかも、4回目のオナニーは、リスナーさんのサムネイル、あの、ふわっちの小さいサムネイルで、オナニーしたからね。それでも寝れてないから、俺は。うん、ちょっと、アメリカ人あたり誘えよ。荒野とか。荒野は無理か。うん、あ、そう。うん。
ちょっとごめん。ありがとう、誘ってくれて。了解。いい、お疲れ。すげえな、こいつ。パチンコ以下へんだよ。すげえわ。俺がこんなにナーバスになってる中、ショッピングの後パチンコに行く余裕、そしてぐっすり寝れる精神力。どんだけ正反対なんだよ。練習しなくて強いしよ。練習しなくてドレさんにプロボクサーになれるよ、お前1年ぐらいでって。ワド、お前ダメだな、ヘタレだな、つって。一番才能ねえわ、つって。何これ、スポーツマンとオタク。何この真逆。おっさんと若者。いや、引くわ、ちょっと。俺、結構今、がっつり引いてるから。全然近かったわ、あいつ住んでるところが。あいつ精神力半端じゃないわ。パチンコ行こうだよ。俺もう本当にびっくりするわ。やば。すげえな。悔しい。余計寝れねえ。めちゃめちゃ悔しいよ、俺。殺意湧くわ。いや、陰で全く練習してないの。あ、もうだんだん腹立ってきた。陰で練習してないんだよ。違うの、お経の CD。仲のいい共通のリスナーさんとかいるじゃん。本当にしてないの。で、嘘つくタイプじゃないから、やってることはやってるっていうタイプなのよ。オフで話したりするから、本当にやってないの。やったら言うもん。あ、スパーやったよ、って1時間半って。スタミナ全然切れなかったわ、って。お前死ぬぞ、って言われたもん。わあ、多分それあると思うよ。っていうか、弱いからそうなるんだよ。弱いから、ハートも体も技術も全部が弱いからこうなってんだよ。だから強いやつはああなんだよ、多分。いや、勝てるっしょ、みたいな。真面目は真面目だよ。いいやつだし真面目だよ。そこは否定してない、全然。ただ練習はしない。和道には勝てるって言ってた。あんなのに負けないって言ってた。ガード甘いね、クーさんね。本当にダメ。あれはもらうな、テルのパンチ。で、多分ね、テルの反射神経だと俺のパンチ当たんねえよ。ああ、どんどんナーバスになってきた。すげえ腹立ってきた。時計はもらってるし、車はもらってるしよ。あ、だんだん腹立ってきた。女には囲われてるしよ。なんだこれ。なんだこれ。あ、だんだん腹立ってきた。時計、10万超えの時計2本ももらってさ、車買ってもらって家もらってさ、女の子に、てるかっこいい、てるかっこいいって。マジかよ。で、しまいにはパチンコ行こうぜだぜ。向こうはぐっすり寝て、こっちはぐっすり寝れねえんだもん。カウンターもらいますね、あのガードは。思いっきりぶん殴ろう、試合では。思いっきりぶん殴ろう。腹立つわ、あいつ。あ、借りてもらったんだよ。でもまあ、もらったようなもんじゃん。家賃払ってもらってんだから。俺なんか、この6万の家賃、必死で維持してんだぜ。しかも、ふわっちで多分50万ぐらい稼いでるよ。リアルに。ふわっちの収入だけで50。で、多分、リスナーさんから支援もあるだろうから、多分、あいつね、今100、行くか行かないかぐらいもらってるよ、現金。そうだよ、こっちは32歳でね、パンツにうんこに筋つける男だよ。もうバッチバチやりますね。バッチバチに行きます。バッチバチに行きます、もう。もう知らん。死のう、俺。もういいわ。死ぬわ。死のう。もういいや。6月10日、命日でいいわ、俺。死のう。ハングリー精神は絶対俺の方があるよ。
くぐってきた修羅場が違うんだよ。ホームレス3回やってるんだよ。うん、母子家庭だよ。障害者手帳持ってんだよ。生パを経験してるんだよ。ね、前科3班だよ。知ろう。もう、桜だよ、桜。チャンピオンはね、俺モテるの分かるよ。あいつね、あ、なんだろう。なんだろう、強く見せたりとか、その、なんていうのかな。なんかね、素直なんだよ。めちゃめちゃ。で、自分をかっこよく見せようとかじゃなくてね、ありのままなんだよ。で、なんつうんだろう。結構ね、友達思いだったりとか、口では言わないんだけど、行動に出す男なんだよ。そうそう、飾ってないんだよね。ひょうひょうとしてて。気持ちいいんだよね。ヒカルくんはさ、もうパッて言うタイプなんだけど、青山はね、ニヤニヤしながらね、意外と仲間思いだし。だって今回の試合も実はパルパルかばってるんだよ、あいつ。俺がパルパルとやりたいっつって、パルパルは、その裏で和道とはやりたくないっつって、で、放送では和道が逃げたとか言ってんのよ。で、ベンゾさんがテレチャンピンに相談して、なんかパルパルがやらないって言ってんだけどって言って、あ、じゃあ俺が和道とやるよって言って、パルパルをかばったんだよ、あいつ。どんだけかっこいいんだよな。だから友達じゃん、パルパル。青山からしたら俺は大嫌いだけど。おジェダイだ。うん、すじスクリューブロー出そう。インコさん、どうもどうも。いざって時のメンタルは勝ってると思う。どうなんだろうな。まあ蓋開けてみないとわかんねえよな。あ、でもね、あれだよ。あの、それもあるよ。だって出たいだけっていうのはあるもん。俺らみたいなさ、目立ちたがりのクズ野郎じゃん。その、人からカッコつけたい、褒められたい、チヤホヤされたい、お金欲しいって小好きなんだよ、癒し。俺らは。言っちゃえばさ、見えっぱりで。ろくに働きもせず、約束も守れねえ。遅刻ばっかり。そう。だから目立ちたいんだよ。俺も目立ちたくて出たんだもん。おはよう、フリーランサーさん。右の位置に横腹。数発で入院級と思う。どうなんだろうな、ボディーブローか。俺の収入の内訳はどんな感じですか。俺テレチャンピンでやるよ、ジェダイ。なんか昨日大変だったみたいね、ジェダイね。俺、捨て頃の練習あったから追っかけられなかったんだけど。なんか神回だったんでしょ。俺、テルチャンピンでやる。で、その対戦相手からパチンコ行こうぜって今誘われたの。生ポは1月の1日だね、今年の。なんか今年入ってから生ポじゃないんだ。うん。去年までって言った方がいいかもしれない。収入の内訳って言っても、ふわっちと、グッズ販売と、あと YouTube の広告収入。この3つかな。あと、現金振り込みがちらほら。だから4つか。生放送のふわっち、現金振り込み、ステッカー販売とか T シャツ販売、あと YouTube の広告。こんな感じ。そうだよ。だから今年の1月1日からもらってないと思ってもらっていいよ。切りよく。てるか、だったら全面的に和道を応援するわ。マジか。まさかジェダイがこっち側につくとは思わなかったわ。そんな日が来るとは思わなかったわ。それでもドレさんにも言ってたじゃん。それドレさんにも言ってた。俺放送聞いてたからね、ドレさんの放送で。みやびか対戦相手、全面的に応援するわって同じこと言ってたからね。ああ、もう生ポには戻りたくない。それぐらいだったら働くよ。バイトしたいよ。まあ、働き、雇ってくれるところがあるかどうかわかんないけど。もちろん俺は配信で食っていく気満々だし、配信で多く稼ぎたいと思ってるから。うん。ジェダイの寝返りは半端じゃないよね。うん。ジェダイなんだろうな。俺ね、ジェダイはね、結構いいキャラしてると思うんだよ、本当に。本当ね、惜しいんだよね。正直ね、俺くらいだったらすぐ行くんだよ。なんかね、もったいないんだよね、ジェダイは。
青山嫌い、みやびならどれを押す。アルコールの摂取は筋肉を分解、あ、そうなんだ、ボディ有効。ジェダイは昨日サメちゃんと場外でやってるから。もう戻る気ないな。だってさ、俺今最近変わってきてさ、その居酒屋とかね、5000円とかパッて払えるようにおかげさまでなったけどさ、だってビク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 してたんだよ、財布の中2000円とかでさ、飲み代払えねえとかさ。もうだからすぐ帰ってたの、一杯だけ飲んで1000円置いてって、ごめんちょっと用事あるわって。もうその帰り道の寂しいことよ。でその1000円で俺3食分だよ。もうそんなみすぼらしい生活もう帰りたくねえよ。友達と仲間と酒飲みてえよ。どんだけ辛いか、金持ってねえっていうのが、働いてねえっていうのがどんだけ負い目か、もうやだ。だったらがっつり、いや笑えないよ、笑えないよ本当に。30過ぎて財布の中2000円しか入ってなくて、で一杯行こうよ、飲み行こうよって言ってもさ、もう辛いよ。友達もいなくなるし、付き合いできなくなるから、本当に笑えないよ。頑張るよ、ありがとうジェダイ。いやもうやだよ、本当に心の底からもう戻りたくないよ俺は、生ポに。うん、え、俺ドレさんディスった？俺ドレさんディスってないけど、もぎゅ。え、何？いきなり。何？俺ドレさんディスるなって。どういうこと？いきなりなんですか？ドレさんの話したい今。え、意味がわかんないんだけど、どういうことこれ。今、ドレさんの話なんかしてないけど。財布に1000円しか入ってないとかディスりすぎ。俺の体験談を今話してるんだよ、モキさん。ドレさんの話って何？ドレさんの1000円の話なんか知らないよ、俺。てか、ドレさんは、ふわっちだけで多分月収50万ぐらいだよ、今。40、50万稼いでるよ。俺より全然稼いでるよ。俺は過去の話してたんだよ、今、もっきゅう。俺、去年まで生活保護だったんだよ。バイトしながら。うん。1000円しか入ってないの？そんなことないと思うよ。先月の収入確実に40万超えてるから。だから節約してるだけでしょ、自分で。俺別にドルさんのこと、ドルさんの財布の中身なんか気にしたことないよ。俺そういうの嫌いだし。いや、正直一人で生きてきてネット環境があったら楽だよ。遊んで暮らせるよ。死にはしないから。だけど惨めだよ。恋人、まあ恋人いたんだよな俺、恋人はできねえしさ、できてたけど、女に困ったことはないんだよな俺、誰かしらいるんだよね。相手が運動神経いいなら一撃狙うのも手段、肉を嫌い、いやもうそれしかないと思ってますね、僕も全く同意見。もう腹くくった。今日の練習見て、器用さ、俊敏性、反射神経、運動神経、スタミナ全部負けてるから、もう、被弾覚悟で、要はもう、殺されても構わねえからっつって思いっきり突っ込んでやろうと思ってる。ナマポは、受けてる人が次の年に繰り越す率って、俺ほら、ナマポ受けてたから結構調べてたの。何パーだったっけな？ 92% とかなんだよね。もうほんと 5% ぐらいの人しか抜けないの、生ポ。ずーっとループなの。抜ける人はすぐ抜けちゃうの。1年ぐらいで。だいたい立て直すのに1年かかるから。俺は4年かかったかんね。練習の時、どれはワドさんに特別厳しいの？俺ワドでいいよ。秘密基地全然。いや、正直言うとね、結構それイライラするんだよね。なんでかっていうと、これディスじゃないからね。
ドレさんのディスじゃなくて、正直イラ、まあ気持ちが入ってるのわかるんだけど、カッカカッカしてるときは、おい、冷静になれ、もっと見ろ、落ち着けよって言って、次の日落ち着くじゃん。そしたら、なんだよ、攻めろよ、お前どうした、吠えろ。で、今日は、真剣にやってるときに、おい、へたれって言われて、もうさすがに今日、ドレさんみたいな、ちょっと勘弁してくださいって言ったんです。ちょっと、もう本当に勘弁してくださいって。本当なのよ。で、おい！で、ドレさんに、殴れよ！もっと蹴ろよ！つって殴るじゃん、ボンボン。そしたら、おい、殴りすぎだよ、カホって。これ全部録画残ってるからね。もう、本当に俺の時だけなの。おい、殴りすぎだよ、止めろ、止めろ、みたいな。わざわざ顔ばっか狙うな、みたいな。どうしたらいいんだよ、俺、みたいな。もう、やらせてくれよっていう。超やりづらいの。いいんだけど、いいんだけど、信頼関係があるからいいんだけど、正直やりづらい。だってもう、リングのここで叫ばれるんだもん。ヘタレーとかさ、正直超やりづらい。じゃあ何、放送を盛り上げようとしてくれてんの。放送を。で、キャラを立たせようとしてくれてんだけど、もう結構俺アスペだから、もう今日は限界で、ちょっと嫌な顔したの、俺。勘弁してくださいっつって、結構ガチで睨んじゃった。そう、殺気が強いって言われて。いや、ストレス発散には使ってないよ、愛情だよ。要は、もっとやんないとテルに殺されるぞって。毎回試合終わった後抱きしめてくれるから、わっつって、わだおっつって、走れとか、お前の戦いだからなって絶対一声かけてくれる。握手した後こうやってやって、わだおって一声、ありがとう、ペニーさん、いつもありがとう。ワド、俺は試合リングでは助けらんねえかんなって必ず一言言ってくれるから。だから、いいのよ、放送のことだから。全然気にならないんだけど、さすがにリングの上でもう明らかのもう差別をされてるから。今日はちょっとイラッとしたと。ちょっとイラッとした。ちょっとイラッとした、今日は。ドレさんもそれを察した。もっと手抜けよっつって、ドレさんとサツキコさんのもうバッチバチにやってたから、ドレさん。 面白かった、あれ。全然違えじゃねえか。 まあね、俺とドレさんの信頼関係だから、ドレさんに言われる分にはいいんだけど、もうちょっと静かに見てほしい。まあ、みんなさ、だってさ、これ、なんか、かっこつけるわけじゃないんだけど、口だけ、口だけっていっぱい見てきてるでしょ？みんな、口だけの人。ネットでは俺強え、俺は最強だって。俺は自分のこと強いなんて思ったこと一回もないよ。よく勘違いされて、ワド強がってるとか、なんだかんだって言われるけど、俺は正直喋り、口はあれだよ、達者ですよ。でも俺は弱い自覚があるのよ。だから口だけって言われるんだよ。でも、俺はリングに立ってるから。みんなリングに立ってる勇気あるやつだから。少なくとも戦ってるから。少なくとも決めてるやつらなんだよ、捨て頃にいるメンバーは。だから、嫌いなのもわかるし、応援したくないやつがいるのもわかる。俺のこと嫌いな人もいれば、いろんな人を嫌いな人もいるのもわかる。ただ、戦ってねえやつが戦ってるやつを笑う資格はねえぞ。それは人間としてめちゃめちゃ恥ずかしい行為だから。だから、負ける言い訳なんかする気は全くないけど、戦ってるやつを笑うのはやめようって思うね。それは俺はリングに出なかったとしても同じことを思う。最低な行為だよ、戦ってるやつを笑うのは。俺はそういう人間嫌いだ。付き合いたくない。別に頑張ってなくてもいいし、何でもいいけど、戦ってるやつを笑う資格なんか誰にもないよ。戦ってないやつが笑うんだよ。戦ってるやつはみんな必死になって親身になってくれてるよ。リングで死ぬ気なのか。シオンさ、格闘技の経験ある？
俺、生まれて初めてだけど、毎回怖いよ。例えばさ、いきなりさ、じゃあ5分後にヒカル君と殴り合って、本気でいいよ。で、3分間本気で殴り合う自信ある。で、今度ね、今それを毎日それ戦ってるんだよ。で、今度は、おし、じゃあ、と、1週間後、300人用意したから、みんな金払ってるから、みんなお前らを殴り合い見るから、K1 レフェリー呼んだ、芸能人呼んだ、石川紀之呼んだ、もうね、いろんなの呼んだ、お前らがメインマッチだからって、お前ら主役だから殺し合え、死ぬ気でやれ。怖えぞ。今体中痛いんだよ。頭もガンガンするんだよ。首も痛いし、捻挫してるから、打たれてるから。毎日40分走ってんだよ、俺。毎日40分走ってんだよ。嫌だぞ。僕なんでこんなことやってんだろうって。しかも今はもうやめたけど、減量2週間、炭水化物一切、糖質一切取ってないでしょ、オレンジジュース以外。もうきついよ。なんでこんなことやってんだろうって。金にもなんねえし、練習風景で花火上がるかよ。上がんねえよ。雑談やってた方が花火上がるよ。旅してた方がステッカー買ってもらえるよ。飯も食えなくなるんだよ。出費だけで20万飛んでんだよ。サプリメントやら何やら。グローブ。もちろん、あれだよ。支援してくれてる人いるから、手出しじゃないよ。だけど、その人たちに恥かかせるんだぜ。ユニフォームだって高いんだぜ。でもみんな応援してくれてんだよ。だからちょっと想像力働かせてほしい。冷やかすのはいいけど、愛のある冷やかしならいいけど、小馬鹿にするのはちげえだろって思う。だから俺は、どの選手の悪口を聞いても俺は嫌だ。自分のことは別にもう慣れてるからいいけど、まあ、嫌いなやついっぱいいるんだろうなって思うからいいけど、なんか、敵のテルチャンピンのことディスるのも気分悪いし、ヒカル君嫌いとか言うのもちょっと嫌だし、今は。みんな頑張ってんだよ。ヒカル君なんか、すごいよ。観賞は茶化しだよ。でもね、茶化していいのは、アイテム投げてるやつと俺は客だと思ってる。5000円払ってる人だと思ってる。正直。茶化していいのは。茶化す資格があるのは。でもね、俺は、茶化せないぐらい感動させちゃおうって思ってるから。茶化しに来たんだけど、感動しちゃったわって。そういう戦いだから。だからバカみてえに走ってんだもん。さっき、雅もドレスさん売名して枠してるやつに切れてた。おー、まあまあ、対戦相手だからな、それは。まあ、見てる人たちも戦ってるよ、もちろん。もちろん、もちろん。リスペクトしてるよ。だけど、なんだろう、頑張ってる人を笑うっていうのは頑張ってない人だと思うよ。やっぱり。ただそれだけよ。サントラさんいらっしゃい。そうやって頑張ってるアピールするからかっこ悪いって言われるんじゃないの？かっこ悪いって言われてもそう思ってるんだもん。別にいいよ、それで。多分、何言っても嫌いなやつは嫌いなんだよ、のりゆきさん。でもさ、かっこつけてるかどうかわかんないけど、かっこつけてんのかな？そうだと思うよ。でも、なんだろう、思ってることを言いたいから俺配信選んだんだよ。もう、なんかごますったりとか、なんか、ありがたくもないのにありがとうとか言いたくないから、ムカつくやつはムカつく、かっこいいやつはかっこいい、好きなものは好き、嫌いなものは嫌いってやって生きてきたからこんなところにいるわけじゃん。配信者なんかやっちゃってるんだよ。もう今更曲げらんねえよ。だから、ねえ、これで不快に思ってさ、俺のこと嫌いだったらもうしょうがねえよ。もうブラウザバックしてくれよしかないよな。もうだってこうやって生きてきたんだもん。だってこんな生き方してんのもしょうがねえだろ。31年間こんなめちゃくちゃな生き方してんだもん。だろ？で、かっこつけてるって言われても、かっこつけて生きてきたんじゃん、みんな。男の子だったらみんなそうでしょ？頑張ってるアピール。頑張ってるアピールはしてないけど、別に。俺頑張ってるアピールしてるか？わかんないけど。まあまあ、捉え方はね、みんなそれぞれに任せるけど。あ、まあ、リスナーさんが出してくれてたからね。どれが最強の敵だって、最高の戦いになるな。あ、まあ、ドレさん最強の敵だと思うよ。みやびさんが一番、
とんでもなく勇気のある人だと思うよ。ポンスケ雅は、やばいと思うよ。本当に大怪我する可能性あるから、雅さんとか。俺は尊敬するよ、そういう意味で。よく逃げないなって。俺よりプレッシャー半端ないよ。俺、ドルさんとやれって言ったら、俺多分、無理だもん。正面ちびって逃げるよ。50万払うよ。少し自分に酔ってるね。だから悪いの、名もなきさ。いいじゃん、別に酔ったって。それが気に食わないのはしょうがないよ。批判は受け入れるよ。いや、大怪我するでしょ。だって、便所太郎さんなんかゴリラだよ、あれ。あれ人間じゃないから。あれ、ジャブとストレートを綺麗に打つガードの硬いゴリラだからね。いや、すごいよね。ドレさんなんかラオウだからね。俺からすると。檻の中で戦うんだぜ。無理だよ。な、一言だからそう言えるんだって。最近和道さん、拝見するようになりました。どんな生き方してきたのですか？ネットではちらっと見てきましたが。どんな生き方？こんな感じっすよ。だからもう、約束は守れない。遅刻はする。上司の言うこと聞けない。お客様に愛想振りまけない。へたれ。ネット弁慶、口だけ。そんな生き方です。家族にも見放され、ホームレスになり、友達もいない。そんな感じ。今だからね、今俺が手にしたものは、配信で全部手に入れたものだけど、配信からいただいたものだけど、配信を始めて全部失ったね。配信前に持ってたものはね。ドレさんのプレッシャーも半端ないでしょ。ドレさんは勝って当たり前って言われてるからね。まあ、それはわかんないよ。今度強い人のプレッシャーでしょ。俺は理解できないよ。やる前にこれだけ盛り上がれば成功です。最初良ければ半ば成功、終わり良ければ全てよし。ああ、いい言葉だね。バカありがとう。詐欺師から生ポから小月配信の流れです。まあ、だからジョブチェンジには成功してるんだ。だいぶまともになってきたよね。そう思わない。かなり、まあね、普通の人からしたら最底辺かもしんないけど、ジョブチェンジ、かなり上級職に俺はたどり着いてきてると思うよ。ここ4年ぐらいで。家族と仲悪い。もう縁切ってもう何年会ってないだろう。母親とはもう6年ぐらい会ってないかな。弟も妹も会ってないし、じいちゃんの葬式にも呼ばれなかったし、妹ももう結婚して子供いるって。ねえ、徐々に改善されてるよね。まあいいんだよ。6でもねえんだから。100人に1人のアンチの話ってあれ好き。何100人に1人のアンチって。わかんない。ネットワークビジネスから詐欺師から生ポから小突き。いや、ネットワークビジネスの前、俺が初めてホームレスになったのは19歳の時だ。金梅が一番盛り上げたの、他功労者だと思うが、当日不安なのは自分だけ。いや、俺一番の功労者はゆいがさんだと思うよ。スタートダッシュで言ったら。ギャラももらわず、盛り上げ、企画を考えてくれて、盛り上げるだけ盛り上げて、途中でブルって抜けるっていう。で、完全に仕上がった状態で、俺らが入ってきたから、うわーって、超やりやすいって、超売名できるっていう。ゆいがさんとベンドさんがバッチバチに盛り上げて、完成形のところに俺ら入ってっただけだから、売名させてくださいっつって。超美味しいよね。そっから先はね、みんな頑張ってるな。もちろん、金梅さんの影響力はでかいと思うけど。ホームレスマジだよ。でも3回目はネットカフェ難民だね。ほぼ。ネカフェ難民。いや、ゆいがさんでしょ、一番。意味がわかんないの。お金も一銭も入らない。名誉も手に入らない。ただのチキン野郎というお名だけ被って、めちゃめちゃ宣伝してくれたんだよ。かっこよすぎるでしょ。3回もよくやったな。
まあ人間死なないもんだよ。そうだね、六本木ヒルズの最上階からさ、あの一番下のホームレスまで知ってるからね。シャックンはこつすごいよね、なかなかな人生経験だよね。どんな詐欺してたんですか。うんとね、詐欺の事件で、詐欺で逮捕されたのは事実なんだよ。で、詐欺の内容、オレオレ詐欺だっていう風に書かれてるけど、実は信託受益権詐欺っていうやつなのね。で、簡単に言うと、俺の立場、俺の目線から話そうか。俺経営者だったの。で、営業マンだったの。で、もともとね。で、ベンチャーで会社やってたんだけど、その時に、友達のさ、エンジニア借りたりとか、仕事振り合ったりとかするの結構当たり前だったんだよ。で、その、もう小学生の頃から知ってる弟の友達に、営業マンが足りないから手伝ってくれって言われた。で、契約書ももう決まってるらしいですっていうことで。それが思いっきり、その信託受益権詐欺っていうやつだった。で、俺は、その書類を見せてもらって、サインとお金を預かって、で、それを会社の人に渡したの、その日に。で、その半年後に、あれ詐欺だからって言って逮捕。で、その、なんだろう。あ、じゃあもう僕が全部払います。600万。おばあさんに手紙書いて。で、もう1年半パクられるの確定みたいな。で、それが執行猶予って言って、そ刑務所行かなくていいよってなったの。で、2ヶ月半留置所にいたのよ。で、そこで家を出てきて、東京、奈良で捕まったから。で、東京に戻ってきてさ。被害者のアピールですか？よくわかんないわ。まあ、好きに捉えてください。まあ、そんな感じかな、うん。刑務所入ってないよ、俺。うん、で、去年の12月にその執行猶予が終わったから、って感じかな。執行猶予4年だから。詐欺は普通執行猶予つかないからね。今は絶対っすね。被害者じゃないよ。だってさ、例えば秘密基地からしたら600万円俺が受け取ったとするじゃん。全く知らない営業マンだと思って。俺がいなかったら詐欺成立してないじゃん。わかる？だから加担になっちゃうの、これでも。俺ちなみにその会社の名前、架空の会社だったんだけど、結局それは。で、電話かけてたりとか営業やってたのって、19歳のガキらだったの。で、そいつらっていうのは、半年間で20億集めてたんだって。あと20年、執行猶予は4年が限界ですよ、福さん。そう。4年がマックス。で、4年以上っていうのはもう実刑確定。どうしてホームレスになったんですか？だからもう会社ももう2ヶ月半、牢屋にいたから全部ダメになっちゃって。で、ヤフーニュースのトップに載ったんだよ。俺。だからもう全部ダメになっちゃって。だからもう満喫生活ですよ。半年で20億。だから、その半年で20億の事件の中の1個の事件なの。詐欺とは知らないわけではないって状態だったの。それが、俺は、裁判でも言ったんだけど、詐欺なんじゃないかっていうのあった。正直。あった。半々ぐらいで。これ怪しくねえかっていうのは。でも金渡しちゃってるから、俺は受け取って。だから俺が悪いんだよ。満喫に住む、当時付き合ってた彼女が全部出してくれてた。4年じゃなくない？ 4 年だよ、執行猶予、俺は。詐欺する意思がなければ冤罪じゃね？そうじゃないんだよ。詐欺する意思がなければ冤罪ではないんだよ。日本の法律だと。なんでかっていうと、被害者からすると、明らかに俺がもし仮にいなかったら事件未遂で終わってるじゃん。わかる？で、例えばみんなが被害者の側だったとしたら、本人がこういう状況だったとしても、取ったのこの人でこの人悪いですよねって言わない？もし被害者の側だったら、警察の側だったら、いや、お前がこれ、やんなかったら成立してないじゃんってならない？なるでしょ。だからもう俺が悪いんだよ、確実に。受け取っちゃってるんだから。
その頃の前、その2年ぐらい前。だ関係ないのよ、そこは。例えば、知りませんでしたって言って、なんだろう。例えばなんだろう。物が、例えば、俺がバッグを置いてて、盗まれたって言ったすんじゃん。で、落ちてて、これ、なんだろう、交番に届けようと思ってたんだけど、忘れてて3日間俺を持ってただけだって言っても、泥棒じゃん、それ。どう考えても。俺には犯罪の意思はない。届けてただけだって言っても犯罪でしょ。俺からしたら盗まれてるわけじゃん。うん。ツイッターとかでなんで自分の犯歴晒してるの？え、俺晒してないけど。うん。晒してないよ、俺。まあまあ、バカだったんでしょ。だから、その、なんかみんな勘違いしてんのが、俺がおばあさんから、俺が口車で俺が描いた絵で、600万円を俺が取って、俺が600万円使い込んだと思ってる人が結構多いんだよね。だから俺は600万円も手にしてないし、一日で俺から誰かに渡っただけで、そいつら20億稼いでるクソガキたちでしょ？で、俺、報酬すらももらってないから、ただ働きして、で、パクられたっていう。なんでかっていうと、俺がネットワークビジネスやってて、もう電話帳の中に2000件ぐらいクライアントがいたのよ。で、毎日何百件も電話してたの。要は、かかってくるから。要は、4800人ダウンラインがいたから。で、19歳のガキども6人でやってるじゃん。で、俺その時27なのよ。警察から見たら、どう考えてもこいつが主犯だろうってなったの。要は、オレオレ詐欺とかを捕まえる時って、末端から捕まえて、上までこう引っ張るっていうやり方と、トップを引っ張って全部吐かせるっていうやり方があるんだけど、なんでこの事件大きく報道されたかっていうと、俺のこと完全に主犯だと思ってたの、最初は、警察。ただ、その話してる内容に矛盾がないから、なんつうの？なんて言うんだろう。あ、こいつ、なんだ、ただの使いっ走りじゃねえか、みたいになったっていうこと。うん。それって大きな組織なんでしょう。大きな組織っていうか、だから現行犯でオレオレ詐欺っていうか、電話信託受益権詐欺の電話をかけてたのは6人。うん。6人。詐欺はほんと多いよな。友達10年食らってるわ。詐欺はもう、どんなに末端で関わったとしても実刑確定って言われてるね、今は。法律変わって。話してるうちに分かるだろうね。いや、すごいよ、警察。もう、すごい鎌かけてくるよ。知らない写真とか出して、こいつ知ってるだろう、ドーンみたいなのされたもん。知らないって言ってるのに。嘘つけーみたいな。ちょうどなられたよ、一週間。勘弁してくださいよっていう。いや、これは、これは、これはって全部話して。いや、これは知り合い、これは知り合い。で、これでこうでこうで、つって。まあ、調べたら分かるじゃん、警察って。嘘ついてるかどうか証拠持ってるわけだから、従業員はポータルサイトの運営をやってて、でそのホットペッパービューティーのサイトとかあるじゃん、いや、検察は別にひどくなかったけど、淡々としてたね。捨て頃の方が全然きついよ。うん、だって別に、なんつうの、ありのまま喋ってるもん、俺。こうですよ、こうですよ、こうですよって。淡々としてたよ。うん、ポータルサイトでお店を紹介するサイトとかが7万円とかだったの、掲載料が。で、田舎の方だったから、俺の地域なかったから、その地方を盛り上げるポータルサイトっつって、で、半額ぐらいの値段で掲載ができるっつって、SEO とかやって。で、動画をつけたの、YouTube の。まだ YouTube の広告とかがなかったから、YouTuber みたいなことやってて。そういうのやってた。どう、わかんないよ。未来のこともわかんないよ。うん。人の紹介だね。うん。ネットワークビジネスはもうやらない。もうやらない。もうやだ。もうやらない。ベンちゃん、昨日のスパーの解説で、ワドちゃん高評価。あ、本当に？ありがとうございます。うん
ネットワークビジネスは、多分向いてると思うけど、もうやりたくないね。もうやりたくない。アムウェイじゃないよ。なんて言えばいいんだろう。立ち上げ系のやつだね。できたばっかり系のネットワーク。配信するきっかけは、で、その、まあまあ、いろいろあって、その、執行猶予になったと。で、仕事を探してたりとかしてたんだけど、まあ、そこを尽きると。もう金がないと。で、もうどうしようってなって、まあ、親父、実は、小学2年生の時に離婚した親父とかと、まあ、いろいろあったりとか、まあ、そこはしょるわ。で、4ヶ月ぐらい経った時に、もうダメだってなって生活保護を受けた。で、生活保護を受けてて、病院通ってて、で、その時に暇だから、うなちゃんマン、YouTube ばっかり見てたんだよ。そしたらなんか、情熱大陸、俺好きだからよく見てたら、佐野智則って人が特集されてたの。てん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 って、はい、一発でーすって言ってて。で、その時のインタビューで、佐野智則さんが言ってたのが、いや、まあ、仕事っつっても、まあ、配信してるだけだけど、っていうのを見て響いたの、俺は。なんだこの人ってなって。この人めちゃめちゃ面白いと思って、で、ニコ生を知って、あ、そういえばニコ生って聞いたことあると思って、でもその日にアカウント買いに行ってたね。うん。あ、違うな、あれ嘘動画なんだ。だから俺は世にも珍しい、うなちゃんマンきっかけ系配信者の。俺だっていろんな配信者に言われるもん。誰が好きで配信始めたんですかって配信者同士よく言うんだけど、ほぼね、最近の配信者若手はね、もう大体金梅さんっていうの。もう金梅さんに憧れてこの世界入ったって言うんだけど、俺ね、うなちゃんマンって言うとね、笑われるの。配信者多分、もう総人口40万人ぐらいいるけど、うなちゃんマン見て憧れたのは多分あなた一人だって言われたもん。シャンマン系系列なの、配信者。ネットワークビジネスの基本っていかに上位が儲かって、子ネズミ、孫ネズミに資金負担させるかみたいな。面白い。いい質問。お経の CD ね、それは合ってます。ただ、資本主義も全く同じ仕組みです。例えば、東京電力が原発で、ダメになった時、人が必要じゃん。で、東京電力本社が人を雇うときに40万1日出すって言ったの。1日のやつ。それ、まあ、知ってると思うけど、現場は2万円しか払わなかったんだけど、8時の代理店噛んでるの。これ違法なのね。2時の代理店までしか噛んじゃいけないんだけど。だから、その、孫が、要は現場に行けば行くほど、例えば、俺はよく例えるんだけど、セブンイレブンのバイトの人ってさ、東京だと1000円ぐらいじゃん。で、地方とか行ったら700円とかで働かされてんのよ。で、上の方が儲かってるじゃん。まず、パートの人の方が儲かってる。アルバイトよりパートの方が儲かってる。店長の方が儲かってる。本社の方が、ね、セブン&アイホールディングスの方が儲かってる。サラリーマンの方が。で、上司の方が儲かってる。社長の方が儲かってる。株主の方が儲かってるって。なんも変わらないでしょ。世の中ピラミッドでできてんのね。ただ、ネットワークビジネスの悪いところは、そういう経済のからくりを知らない人を誘うからよ、おかしなことになるのよ。サラリーマンとか、ちゃんと経済学とか勉強してる人からすると、いや、下に行けば行くほど、労働が辛くなってるのに給料が安くなるっていうのは当たり前のことなのよ。だからそれをちゃんと説明しないからクレームが来るんだと思うよ。ちゃんと説明できて説得をできたら人が集まるでしょ。3万俺別に今でもすごいと思うけどね。うなには憧れてない。そうそう。だから、その説明ができなくて、大体ネットワークビジネスで失敗するっていうかクレーム拾う人って、簡単に儲かる話があるんだよ。いい話があるんだよって持ちかける。誰でもできるとか。全部嘘だから。ネットワークビジネスで不労所得取れる人って5%とか 3% とかなのね。YouTuber とか配信者と一緒なのよ。もう要は、もう、経済のからくりって上の方しか稼げないの。配信者だとそうでしょ？多分配信者アクティブで今、5万人ぐらいの人がやってるんだよ。ツイキャス、ニコ生、YouTube、月1回やる人とかも含めて、ド素人の仮想配信者も含めると、5万人ぐらいの人口なの。でも多分、
15万以上で飯食ってるやつって多分トップ100とかだと思うよ。5万人に対して。そんなもんだよ。どの業界も別に変わらないっていう。稼ぐやつが稼ぐ。ただ自分に合ってる向き不向きはあるからっていう。だからデメリットもちゃんと押してないダメなんだよ。そんな簡単なもんじゃねえよって。不労所得なんか手に入らねえよって。労働所得だよって言えばいいんだよ。そしたらじゃあなんであなたやってるのって話になるじゃん。その時に本音が出るんだと思うよ。いや、楽して稼ぎたいんだよねって。将来ね、働かなくてもいい生活したくねえと思って、俺はだから今頑張ってるって言えばいいじゃん。人来たのか配信した時、いや、今でも覚えてるけど、最初の一枠は、俺ね、笑っちゃうんだけど、もう、スーツ着てたの。で、髪の毛整えて、シャワー浴びて、髭剃って、笑顔の練習して始めたのよ。可愛いだろ。テレビに出る感覚でもうバッチリ決めて、最初頃だから結構カッチリしてたんで、部屋とかも小綺麗にしたりして、ね。で、30分間喋り通したんだけど、米ゼロ。で、閲覧3。で、次枠行ったのすぐ。そしたら、その3人のうちの1人、まあ今でも実はロムセンさんでリスナーさん、多分今見てるかどうかわかんないけどいるんだけど、頑張ってるねってコメント打ってくれる女の人がいたの。で、こうやってやるんだよ、ああやってやるんだよっていう相談枠みたいになったのよ、次枠が。そしたら、なんか、ちょろっと誰かが来て、みたいな。で、この人見た方がいいよ、とか。で、本当にこれで飯食ってくの?とか。本気で言ってるの?みたいな。この飯食える世界じゃないよ、みたいな。ここは動物園だよ、とかさ。いろいろ教わって。で、だんだん動物になっていったんだよね。うん、だからまあ、最初は人来るわけないよね。まあ理屈で考えたら、めちゃくちゃ言われてる？いいよ別にめちゃくちゃ言われても、言われてなんぼだから全然いいよ。批判は受け入れるよ、基地配信してからだろう、人集まったのは。人集、いや、あのね、基地配信っていうかね、人はね、ぶっちゃけた話ね、アクティブ30ぐらいは自分のピンであったんだけど、もう本当にもうそれがずっと続いてたんだよ。で、店を始めたの、その前に。リスナーさんが出資してくれて、店を赤坂で持たせてもらって。で、店を維持するためにはもう売名しろっつって。で、緑さんのところ行って、で、力屋さんが一日店長とか、そこで味しめた部分あるよね、正直。あいつらこんな集まるんだ、みたいな。でも、それはね、今考えると良くなかった。敵を作りすぎたよね。要は、向こう側のリスナーさんを不快にさせてたから、だから俺が嫌われてるのってその名残なんだよ。要は、売名ばっかりしてて。自分の実力で集めたリスナーさんだったら、アンチ化しないもん。要は、俺の囲ってるね、配信者の放送荒らすなよっていうのが反感買ってんだよ。まあ1年半で7店舗潰しました。トータル。俺がワドを見たのはふわち初めてだ。あ、そうだったんですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。嬉しいです、出会えて。まあまあね、いつどんな感じでリスナーさんと出会えるか俺わからないからさ、やっぱり、どっか、やっぱ、ごしゃぶ事件が一番多いよね。ごしゃぶっていう。六本木、俺住んでないよ。六本木ヒルズに住んでなくて、六本木ヒルズって、みんなマンションのことだと思ってるけど、正確に言うと六本木ヒルズって商業施設なんだよ。で、そこの隣にある森ビルが経営してるツインタワーのことをみんな六本木ヒルズ、ヒルズ族って呼んでんだけど、ちょっと違うのね。そっちに住んでる、ホリエモンとか、カノー姉妹とか、あと、ナイティナインの矢部さんとかが住んでるんだけど、あと、なんだっけ、エビちゃんとかが住んでたんか。もう住んでないけど。それがみんなが思ってる六本木ヒルズなの。で、俺が経験したのは、商業施設の方の一番高いタワーあるでしょ。あそこの頂上って何があるかっていうと、タワーのてっぺんね。ヒルズクラブっていう会員制のクラブなんですよ。で、年会費350万を払ってないと、そこの会場に入ることができないの。そこで表彰されたっていう感じ。生ポなのによく資金、開業資金集められたな。いや、だから、なんだろう、商売とかやってて、商売の話とかしてたから、
お前やってみるみたいな。その、みんなのイメージだとさ、自分の収入と対比するじゃん。友達とかとの収入で。で、そんな資金なんて集まんねえだろうと思うかもしんないけど、もともと経営やってたから、100人に1人ぐらい、日本って10人に1人が1000万超えてるんだよ。収入。意外と多いんだよ。で、100人に1人はもう億万円持ってるのよ。だから、閲覧が、例えば今何人いる？200人いるから、この中に2人は億万長者いる計算なの。っていう確率論を分かってたから、俺は。だから、その、みんなに99人にバカにされたとしても、1人がこいつ面白いって、こいつが言ってんの本当だわって思ってもらったら、出資してもらえるじゃん。うん。だから、なんて言うんだろう。俺はそれを分かってたから、その1人に向けてアピールしてな。だから、ああ別に、だって1億円持ってたらさ、100万円ぐらいポンって出せるじゃん。お前面白いからやってみろよ、みたいな。そんな感じだよ。あ、ありがとう、ゆうたさん。出資っていうよりも、だから、最初は、だから、曲がりだよな。うん。場所を貸してくれてたっていう感じだ。バー持ってるからやってみれば、みたいな。うん。前科者が力説。うん。そうだね。風船プレゼントありがとう。バーガーありがとう。アイテムありがとう。いや、いるでしょ。絶対いると思うよ。この中に。少なくとも20人は1000万超えだよ。絶対いるよ。お金に余裕のある人は。だって、日本の人口のさ、その、分布図的にそうなんだから。だけど、今の時間帯で、しかも、昼でしょ？っていうことは、普通の人は働いてるわけじゃん。で、これって中流層なわけじゃん。働いてる。もしくは、アルバイトとかもそうなんだよ。だから今見てるのは、奥のトレーダーとか、あとは生ポだよ。あとは主婦。うん。だから、確率的に今の時間帯多いと思うよ。株とか FX やりながら、あ、和道の放送で暇つぶすかって。そのパソコンで作業してる人とかは、やっぱさ、その、ラジオ代わりになんか聞きたいんだよ。だから、カチ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 、その株とかなんか操作しながら多分、聞いてくれてるんだと思うよ。俺練習全然ないよ。うん。奥あるけどお前に投資しないだろう。でしょ？福さん奥あるんでしょ？ほら一人いたじゃん。トラックの運転手。ああ、ありがとうございます。ラジオ代わりに聞いてくれてるんだ。ほら、いるじゃん。まあ、投資するかしないかはあれだけど、億円を持ってる人はいるんだよ。やっぱり。いや、別に俺と、福さんに投資してっていう話をしてるわけじゃないから。うん。いや、借り入れじゃないもんだって。小金持ちで。いや、俺だってヒロリンさんがいくら稼いでるか知らないよ、俺。小金持ちなんだ。1000万、2000万ぐらい稼いでそうだよね。せかせか汗かいて仕事してるよって。もういや、いいことだよ。俺仕事は好きだよ、ちなみに。美容師なので、月曜休み。あー、そう。なるほど。俺も今 PC 作業しながら聞いてます。作業というより聞いてる方に時間かかってる。全然いいよ。ありがとうね、コメント打ってくれて。開業するのもめんどくさいな。どうなんだろうね。あんまりめんどくさいっていうのは感じたことないかもしれないけど。うん、いや、500万勝ち組だと思いますよ、僕。うん、だって、俺らの世代からすると、年収500万って、なかなかいけないそうだから。もう、超格差社会が始まってて、要は年収200万以下の層が 30% 超えてるわけじゃないですか。3、40% でしょ。で、あとは、そう、10% に1000万とか。だから、その中間層がもう、バッて抜けちゃってるから、しかもそれ今の人口分布図でそうなってるんですよ。今の状態で。で、30代で、その年収500万稼いでるやつって、俺よっぽど勝ち組だと思うよ。車も持てるし、家も持てるし、結婚もできるでしょ？だって月いくらだ？年収500万だと、月ベースで言うと、40万ぐらい？ 40 万プラス、あ、ボーナスか？でしょ？ 40 万あったら勝ち組でしょ。うん。あ、店やってるんですか、ヘタッピさん。知らんかった。人と関わるのが好きな人は授業するのも楽しいだろうな。でもね、俺、やっぱり、配信が一番いいなと思ってて、配信で稼ぐのがすごい、なんか、いい、楽しい、すごい。いや、今の時代500万あれば普通に勝ち組だと思いますよ。ありがとう、マキル。うん。初見、こいつ、確かに面白そう。いろいろ知識ありそうと思えば、投資する人がいるか。そう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 。だから、そうなんですよ。そう。だから、なんつうの？極端な話、一人のお金持ちが100億持ってて、
お前に1億やるよって言ったら1億円手に入っちゃう世界なんだよ。で、それ確率、その人が出会うか、もしくはその人から出会ってさらに気に入られるかだけじゃないですか。だから、金梅さんって、確か俺金梅さんに聞いたんだけど、現金600万もらってんだよ。手渡して。おい、お小遣いっつって600万円もらったんだって。すごい世界でしょ。普通の人からしたら考えられないじゃん。お小遣いで600万も絶対もらえないんだよ。だけど、多分その人はもう数億稼いでるんだよ。で、金梅さんのファンだから大好きだから、おぉ、頑張れよ、なんだよ。だからそれが、なんつうんだろう。自分の感覚だと花火一発かなって。アワード試合勝ったから応援してやるよ、花火一発やるよ、と同じ感覚なんだよ、多分。でも想像つかないじゃん。俺も想像つかないよ。そんな現金、だって、テルチャンピンなんか、おう、車やるよ。時計、15万の時計やるよ。じゃあもう一個やるよってなってるわけじゃん、新品の時計。だから現実にそれは起きてることだから、うん、で俺は昨日のスパーリングだからもうずっと起きてるよ。スパーリングの前からずっと起きてたから、うん、でも500万くらいの人って偉そうだよ。経営者ではないだろうな、多分500万の層は、うん、中小企業の社長でもね、多分そこまでいかないと思うよ。それって配信なかったら埋もれてるよな。だから、なんかネットのすごいところって、なんか結びつける力がやっぱ本当にすごいと思って、なんか、なんつうの、俺ね、基本的にはインターネットの最大のコンテンツって出会い系だと思ってるんだよ。ただ出会うだけに、なんつうの、出会い系、だってさ、ツイッターとかミクシーとか、フェイスブックとかってさ、あれ出会い系サイトじゃん。配信だって出会い系サイト化してるじゃん。で、それ悪い意味で言ってるんじゃなくて、そのエッチが目的の出会い系じゃなくて、友達が欲しいとか仲間が欲しいとか、面白いやつ見たいとかいう出会いに変わってるだけなんだよ。ネットの面白さの本質は俺は出会いだと思ってるけど。そう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 。だってシオンがいくつかどうかわかんないし、俺会ったこともないんだよ。でもシオンからすると多分長年見てる友達みたいな感覚、思い入れあると思うよ。だからリアドツ、初めてリアドツされる時のギャップよ。こっち初めましてどうもこんにちはっていうお客様姿勢じゃん。はぁ、どうも初めまして、いつも応援ありがとうございますっていう感じだけど、向こうは、おい、ワード飲み行こうよみたいな。お前あれだろ、あれどんな感じだったの、あれだろあれだろって全部知ってんだもん。リスナーさんを全部知ってもうマブダチみたいな。お前大好きみたいな。ずっと見てるから。全情報を握られてるけど、こっちからするとお前誰だよみたいな。ああ、なんか、結構おっさんだな、おい、みたいな。面白いよね、うん。そうそうそう、地元お友達とか、弟っていう人もいれば、弟みたいっていうおばちゃんたちもいれば、ね、それこそ息子だって言ってくれる人もいるのよ。あと、ね、なんか地元の友達みたいな感覚とか親友みたいな感覚と言ってくれる人もいれば、これ本当の話で、タレント、世界一かっこいいっていう女の子とかもいるんだよ。そう。そうそう、もうリスナーさんからすると絶対知り合いなんだよ。知り合いっていうよりも、もう家族みたいなノリなの。ずっと見てるから。でも、俺はだからそれをどうごまかすかだよね。うん、だからオフ会は楽しいね、毎回、うん、学歴にこだわらない元気な若い人が創業して儲けてるイメージがある。ほうほう。例えば、塗装屋さんとか足場のレンタルとか。ふん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 。あー、でもガテン系は儲かると思うよ、本当に。その器量のある人とか、がっつり働ける人は。家にいてるとき見てる時間が長いから錯覚するんだろうね。錯覚ではないでしょ。だって実際ずっと見てるわけなんだから。長い人だともう一日中見てくれるわけよ。うん。人見知りせず話せる自信あるけど、俺はだから人見知りをごまかさないといけないから大変なんですよ。だから一番困るのが、おー、ナオさんお疲れ様です。ナオさんお疲れ様です。ちなみにナオさんは会ったことあるのよ。そう。え、ナオさん話していい？ナオさん店の話していいですか？ちょっと今話関連してる話なんで。なんかまた不可視だ不可視だって言われるから、ナオさんダメ？あの話したら。店の話。
してもいい？ダメ？ダメだったらダメって書いて。なんか、その、あの、不可視だって思われるから、そういう流れだから、今、いいっすか？今、なおさんっていう人がいて、ニコ生でずっと支援してくれてた人なんですよ。で、会ったのは、実は去年、今年初めて会ったんですよ。で、その時に、なおさんって社長、あの、とあるところで社長さんやってるのね。で、結構、まあ、稼がれてる人なんですよ。まあ、さっきの話みたいな感じで。で、すごいイケメンで、かっこいい人なんだけど、なおさんに会った時に言われたのが、店やろう。俺、7店舗失敗してるのよ。で、それも言ったの。絶対失敗しますよって。いや、お前を稼がせる。お前と仕事したいって。だから、お前が予定空いて、その、俺と店出したいタイミングになったら俺に電話しろって言ってくれてんのよ。だから、みんなからすると非現実的なことかもしんないけど、そういうことが起こっちゃうんだよ、インターネットって。引くだろ。それがまさに今、なおさんなの。お前旅終わったらやるか俺と店。俺も店持ちたいからなんかやろうぜ。なんでもいいよって言ってくれてんの。米止まったな。うん。そう。上場企業の社長さんとかいるんだよ、リスナーさんに。なおさんはもうお兄ちゃんって感じ、俺からすると。お兄ちゃんって感じ。だから、多分ね、それはね、配信やってる側じゃないと分かんないと思う。そういう目線。なんつうの。例えばみんなは、部屋の中で俺と一対一で会ってる感覚なの。でも俺は常にずーっと200人と会話してる感じなの。で、一日多分1万人と会話するんだよ、俺。今。一日1万人俺の部屋に出入りして、200人部屋の中に常にいるの。そしたら、億万長者もいっぱいいるし、年収1000万の人もいるし、社長もいるし、芸能人もいるし、上場企業の役員もいるんだよ。もちろん、貧乏人もいれば、主婦の方もいれば、メンヘラの人も、上場企業の社長じゃない、上場企業の役員の人とかもいるの。これ現実なのよ。俺、LINE でやり取りしてるから。そう。だって、俺、一回びっくりしたのが、モデルの女の子に口説かれたんだよ。パコってないけど。本当にモデルの女の子から好きって言われたんだよ。ネットってすごいでしょ？名前絶対言えないけど。うん。役員はいるでしょ？うん。ね？で、店の経営は失敗は得れる財産って言っちゃうんだよ。これが余裕なんだよ。だからみんなの感覚と違うのよ。そう、なんつうの。だから、なおさん、わかんないよ。なおさんがどういう気持ちかはわからないけど、こいつとやったらワクワクするわ、面白いわの方が価値が高いんだよ。失敗する確率が高いのに。和道に金渡したらどうなるんだろう、こいつと仕事したらどうなるんだろうって。まあ、こいつ育ててやるかみたいな感覚なんだよ、多分。あ、公認会計士も税理士も普通にいます、弁護士さんも。います。余裕でいます。だから、なんか事件があったら、やっぱり、DM くれる。LINE とか。今回、弁護士必要かって。それこそ、直拓さん弁護士必要かって、あ、直拓さんじゃねえや。直さんが言ってくれたもん。俺動こうかとか。困った時は、だから、バーってくるよ。だから、あと、もう一つ、朝起きた時の感覚ね。今の俺の現状だと、だいたい、LINE、DM、Facebook のメッセージとか、YouTube とか、いろんなのあるじゃん、SNS。あれの、1日起きた時の、メールの数だよね。問い合わせの数が50件。そういう世界なの。今日暇とか、いつ会えるとか、くだらないこともいっぱいあるよ。私、彼氏に振られました。聞いてくださいみたいなのから、酔っ払いが、わあ、わら、俺はよ、みたいな、全部含めると50件ぐらいあるのよ。毎日毎日。だから、多分、その人たちは一人一人思いがあって、こう、連絡してくれてるわけじゃん。その人からすると、暇つぶしだったり、聞いてください、困ってるんですとか、いろいろあるんだけど。そうそうそう。だからネットの方、僕はネットとリアルが関係ないんですよ。僕だって、リアルで話してるんだから。俺からしたらこれリアルだから。そう。だけど、それは持ってるとか持ってないとかじゃなくて、だから、うなちゃんマンの月収150万っていうのは不可視じゃないんだよ。金梅さんとかが月収200万とか当たり前なの。石川のりゆきとか年収1000万なの分かるんだよ。だって、俺月収40万だよ。
毎日パソコンに向かって喋って好きなことやってるだけで俺で40稼げてんだよ。みんな。そういう世界なんだよ。だったら、うなちゃんマンがリスナーの数で考えてごらんよ。5倍、6倍いるんだよ。5倍、6倍稼いでて当たり前だよ。うん。そういう世界の、インターネットって。うん。無言のままアイテムくださいってテロップに書いてる枠はいかないだろうけど。どうだろうね。うん。まあ、俺はアイテムはチップだと思ってるから、面白かったら投げてくれるって絶対分かってんの。面白くなかったら投げてくんないんだよ。でしょ？もうすごいシンプルな。面白いから、まあ今日はチップやるよって感じなんだよ。本当に。だから、面白いことやればいいだけなんだよ。俺はみんなの暇つぶししかできないんだから。どんなにあがいたって。それ以上もそれ以下もないんだよ。キャバクラ行くよりも和道の放送見てて酒飲んでたら安上がりだわ、つって。うん。でも、あれだけどね、3年間無収入状態。うん、そんな食えるレベルじゃないけどね。うん、まあだから、わけわかんないよね。うん、いやでも、ああね、40って言ったけど、出費がでかいから、交通費とか、付き合いとかが異常にかかるから、うん、うん。例えば、ステッカーするだけでも、数万円、数十万はいかないけど、一個のステッカー作るのに数万円余裕で飛んだりするのよ。だから、出費もでかいっすよ。自分に投資してる感じ。うん。俺はだから、いつも言ってるんだけど、嫌なことをやって100万円稼いだら、100万円うさばらしに使っちゃうから、俺プラマイゼロに見えんの、それ。俺にとっては100万円稼いですごいんだけど、うさばらしに100万円使ったら、プラマイゼロなんだよ。フェラーリ乗ってても。なんかかっこ悪いの。だけど、超やりたいことだけやってたらプラスじゃん。毎日遊んでるだけだもん。それで収入15万あってみなよ。15万プラス、ワクワクがあるじゃん、人生の。で、最高じゃない？俺100万円で嫌なことやってるやつよりも最高にかっこいいと思ってんの。だから俺は配信で1億円プレイヤーになりたいの。単純に。好きなことだけやって、好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやりたいの。人生。それで稼ぎたいの、俺は。好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやる。ただそれだけ。で、それが好きなことっていうのが今たまたま配信なだけなの。で、好きな人っていうのは、まあ、ここにいる、リスナーさんたちだよね。うん。そんな甘くない。はい、すいません。年収ね。配信で年収1億稼ぎたい。配信で食べていけるのって何歳ぐらいまでなんだろう。いや、年齢じゃないと思うよ。人気商売だから人気がなくなったら終わりだと思う。うん。人気が出れば出るほど食えるんじゃん。うん。そういう世界だと思うよ。だからいつ干されるかわかんない。配信機材凝ってるけど、総額どれくらい？配信機材。キーボードが3000円。でも、まあパソコンは普通じゃん。パソコンはみんな持ってると思うから、多分これが特殊だと思う。これ1万6千円で、このボタンを押すと、いろんな声になるの。ゆいがさんと、ゆいがさん、きんばえさん、うなちゃんまん、3倍目ひかる。どれがいい？書いて。うなちゃんまん、ゆいが、3倍目ひかる、きんばえさん。このボタンを押すとどれか声出るから。誰か書いてみて。うん。誰が聞きたい？このボタンを押すとね、声変わるんだよ。うん、誰が聞きたい？みんな。誰か選んで、この4人の中から。へぇ。マジか。弾ける。タバコ吸ってくる。ね？うん。いや、だからよ。便所はよ。ダメだよ、あいつ金儲けのことばっかり考えてっからよ。俺がよ、もともと企画したのによ。
な？わかる？だから俺金儲けに付き合う気はねえっつってんだよ。便所よ。あいつダメだ。で、このボタンを押すと配信者の声ができるっていう魔法の機材だよ。ヤマハが出してるんだけど。うん。ヤマハから発売されてます。でもそんなこだわってるわけじゃないよ。これ別に Mac でも、なんだろう。誰でも。これ機材の力なんだよ、これ。ヤマハの。いや、日本が誇るヤマハだから、やっぱり。うん。これはね、AG03 っていう、やつですね。AG03。モバイルバッテリーはもう超投資したよ。これね。これ5万円。これは、スマホ40回分。スマホ40回分再できて、スマホ40回、パソコンが10回。だからパソコン配信で俺配信してるんだけど、これをリュックに背負っていけば、20時間は配信できる。これ、5万円したかな。だから、その40万稼いでるっつっても、機材とかに全部投資しちゃってるから。だからまあ、いいんだよ。バッテリーだね、5キロ重さ5キロだから俺これ背負っていつも配信してんの。だからまあ機材はさ、ほらいいの使えば、極端な話放送時間が長くなるのはリスナーさんにとってメリットがあるわけじゃん。だから俺はさ、もらったお金何で返せるか、恩返しできるかって言ったら面白い配信やるだけだから、面白い配信する確率を上げるのは時間を伸ばすことだよね。うん。これはね、たどり着くまで相当時間かかった、これは。要は、大型バッテリーとかで検索しても、こんなのしか出てこないのよ。で、みんなスマホじゃん、ツイキャスとか。俺、パソコン配信にこだわりあったから、もうこれしかねえと思って。うん。LINE やってないけど、つながりたいな。あ、全然全然、LINE ダウンロードしてくださいよ。スマホで一発でダウンロードできるんで。金映え地元、え、マジっすか、プレミアムさん。そういう話とか聞いてみたいな、なんか飲みの席で。金映えさんの噂とか。昔どうだったのかとかね。電池切れたら終わり、あのね、電波がなかったり、電池が切れたら終わりなのよ。富士の樹海行ったの。電波なかったの。ロハコさんと、ワイドウシワイドさん、おっかないですね。幽霊いっぱいいますね。つって。あ、僕、転換持ってるんで、もうちょっとゆっくりやれてください。心は自殺がすごいですからね。電波なくても楽しいからいいですね。僕、ゲイです。って言って。そんなに面白い、富士の樹海で夜中二人で、ロハコさんと歩いてんだよ、俺。そんな面白い配信見せることができないんだよ。だから電波と電源が切れたら配信者なんてゴミクズだよ、ただの。おはようぐのこっちょ、ごめん、コメントスルーしちゃったね。電話したら昔の連れみたいに喋るよ。引かないで。いや、みんなそう喋るんですよ。でも、さっきも言ったんですけど、毎日毎日50件ぐらいメールとか電話とか来るんで、プライベートが削れるだけなんで、やめてください。だいたい、元気？応援してるよ。背頃頑張ってね。俺ワドウ好きだから、地元来たら飯おごるから、絶対こうなるの。絶対こうなるの。はい。頑張ります。はい。よろしくお願いします。はい。俺はもうルーティーンだから分かってるの。もう毎回こうなの。おっちゃんが。おいワドウ、頑張れよ。なんだよ。俺大好きだよ、お前のこと。叩かれてるけどいいんだよ。ワドウは頑張ってる。捨て頃頑張れよ。ああ、俺どこ住んでるから、電話しろよって。はい。はい。大体でもそういうリスナーさんって半年ぐらいで飽きる。大体ね、可愛い女の子に花火投げてるから。半年ぐらいがっつり囲ってくれるんだけど、だんだん、俺、なんか飽きてきたなってなって、可愛い女の子に、おっぱい見せて花火投げてる。顔もっとアップで、とか。大体そう。大体可愛い子に花火行くだけだから。悲しい存在だよ。うん、サバイバルっすね。だって深夜っちょね、モバイル、
なんだっけな、新野町が確か通信費だけでいくらって言ったら20万だっけ、うん、YouTube の収入は調子がいい時で2万円かな2、3万円で、最近、まあ、ニュースになったんだけど、ネットの中でね。すっごい下がったの。広告、大きい広告屋さんが減って。その月はね、8000円ぐらいまで落ちて超やばかったね。もう、すごいグラングランしてる。1ヶ月3万、いい時で3万円。で、悪い時だと5、6000円まで落ちたりとか。まあ、だから1万前後じゃん、平均すると。うん。あと、ま、T シャツ買ってもらったりとか、T シャツネット販売してるんだけど、なんかパーカーが売れたり、T シャツが売れたりとか、ステッカーが売れたりとか、こんな感じ。でもまあなんかたまに配信で僕も食いたいですって言うけど全力で否定するよね。やめとけやめとけだよ。たまたま運がいいからさ、あれだけど、いつ干されるかわかんないし、アルバイトやってた方が絶対稼げるもん。働けって話だよ。俺だから若い人とかに配信食いたいんですって DM 来たらやめろって一言送ってもうスルーだもん。人生ボロボロにしたいのか。なんかね、楽して稼いでると思ってるやつがいるんだよ。楽してダラダラしてお小遣いもらってると思われてるんだよ。たまに腹立つ時あるよ。俺が1日10時間どんだけ喋ってると思ってんだよ。まあやっぱあれじゃん、収入好きなんでしょ、下水話が。うん、下水話が好きなんだよ。もう結構いい時間だな。30固定でもらっても配信業は嫌だ、辛そう。精神力は強くなると思うよ、うん、税金どうしてんの？もちろん申告してますよ、うん、年1回確定申告ね、うん、でもね、食えるようになったのは俺今年からだから、うん、今年の末からだよ。ちゃんと、要はだって去年稼げてねえんだもん、うん、ここ半年だもん、ふわつ来てからだもん俺、食えるようになったのでしょ。だから今年の年度末からでしょ。住所本名さらされるし、月50もらっても微妙。だからやっぱりね、俺ほん本当に100ぐらい稼いだら多分考え変わると思う。やっぱりその4、50でも普通に働いてた方が楽なんじゃねえかっていうのあるよ。うん。まだまだ稼がないとダメだと思ってる。でしょ？みんなもやっぱ4、30もらっても50もらっても微妙って思うでしょ？ウリピョンさん、アイテムありがとう。バガありがとう。初見さん、もしよかったらフォローしてください。だからやっぱ100とか稼ぐようになって1000万、年収1000万ぐらいになって初めておーってなるんじゃん、夢あるなみたいな。プライバシーなんかないよもう。だって店入ったらさ、店入ったらさ電話鳴るんだぜで街中で声かけられるんだよ、ワド、おーワドーみたいな。明らかに俺より年下のやつにさ、おーワド見てるよ頑張れよとか言われるんだよ。ふざけんじゃねえよ、ほんとに。まあまあ、刺激的ですね。まあ、配信で年収1000万いったら、もうね、勝ち組でしょ。まあ、一握りだと思うよ。
うなちゃんまん、金梅さん、石川紀之とか、これこれとかな。トップでしょ、本当の。それこそ。トップ20人いかないだろうな、15人ぐらいじゃん、今言ってんの。うん、しかもほら、裏っ引きがあるじゃん。まあまあ、俺は奥狙ってるね。何年かかるかわかんないけど。奥狙ってる。あとね、嫌なのがね、話しかけてくれたらいいのにね、遠目でニヤニヤしながら撮るやつがいるんだよ、写メを。あれはほんと殺意湧く。遠目からカシャカシャやってる、ニコニコしてるやつがほんとに殺意湧く、うん。声かけろやっていう。そう。俺にもプライバシーあるんだ。配信外来だよ。配信回してない時にやれるとほんと殺意湧くよ。あれ芸能人とかが嫌がるの、別にその、俺が芸能人だっていう風に気取ってるわけじゃなくて、あれイライラするのほんとわかるよ。うん。本当にね、なんだろう。気持ちわかるけど、写真撮ろうって言ったら気持ちよくさ、ツーショットで撮るよ。ピンでもいいよ。声かけないのはマナー違反だよ。うん。ああ、絶対やめた方がいいよ。俺すごい嫌な顔するよ。引き目で撮られたら。だってさ、なんつーの、やだよ。肖像権があるからっつうか気持ちよくないよ、やっぱり。うん。だって、俺がさ、隣に女の子いたらさ、どうすんのよ。その子は関係ないじゃん。そう。カメラ回ってない時は、ちょっと、声かけてっていう感じだよ。うん。いや、やだよ。やっぱ配信外だとリスナーさんといたりするから、飯食ってる時とかあるから迷惑かかっちゃうから、そんなんばっかり続くと塩対応になるわな。んー、だからキャリアが長くなると塩対応、最初は嬉しかったけど、なんだよ俺も取られるようになったかとか、最初は調子乗ってんだけど、続くともう嫌になってくる。だん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 最初だけ俺も変わったなとか言ってんの。いや、盗撮だよ、完全に。いやー、嫌ですよ。嫌です。声かけてもらったら気持ちいいけどね。やっぱ声かけてくれる人って応援してくれてる人だから。一声でいいんだよ。ワド写真撮ろうでいいんだよ。フランクでいいの。ワド撮ってよ、みたいな。見てるよ、とか。ツイッター上げていいとか。全然ウェルカムだよ。考察はダメよ。あかん。絶対あかん。おー、ゆうこさんどうもどうも。お疲れっす。まあ、いろんな人がいるからしょうがないよな。ねえ、普通に話しかけて。まあでも贅沢病だよな、それは。写真撮られなくなったら終わりだかんね。声かけてもらえなくなったら終わりだかんね。ないものねだりだよな。ありがたいと思わないとダメだよな。考え方改めよう。毎日刺激的な出来事ある？付き合ってた彼女がいて、部屋に帰ったら枕に包丁が刺さってて、血で死ねって書かれてたりとか、そういうスリリングな毎日ですね。ロムって見てんの？ありがとう。仕事中かな？そのプライベートで起こった面白いことを辛いんだけど、みんなが笑うから晒さないといけないっていうさ。そう。みんなが見たいものは、俺が苦しんでる顔でしょ？そう。残念ながら。サラリーマン的に誰かの指示待ちするんじゃなくて、自分から何かを考えて動く商売だもん。しかもそれが受けるかどうかわかんないからね。うん。
だん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 ね、あ、これ面白いわとかね、リスナーさん喜びそうだわとかあるけど、うん、刺激的だよね、なかなかね、うん、でもまあね、それこそ配信者の女の子なんか可愛い子とかいっぱいいるわけじゃん。で、別に手出すとかパコるとかじゃなくて、そういうこと会話するなんてないもんね。普通に俺が31歳で無職中卒だからね。前科3犯、元生ポ、ホームレス3回、障害者手帳。ね、積んでるよね。うん。可愛い女の子と話す機会なんか絶対ない人生だと思うよ。うん。だからまあ配信やってよかったよね。もうこれしかない。失うもの何もないから。何も怖くない。それこそね、配信者は閲覧にこだわるのはそこだろうね。俺には閲覧しかねえんだよって。すごいよね。ロイヤルストレートフラッシュだよね。ダブル役マンとかそういうレベルだよ。あ、前科3犯書き忘れてるしよ。上司の愚痴とかはないね。自分が社長みたいなもんだから。責任はあるよ、でも。うん、だって明日食えなくなるかもしんないんだもん。だって、みんなよく考えて、2時間半喋ってんだよ。ね。2時間半喋って、俺の今の得た収入言おうか。617円だよ。ね。これだけ一生懸命喋って、この200人、トータル2500人の人がいて、600円だよ、お前ら。まあ、もちろん、ね、いい時はバーンって花火。景気のいい人、おい、ワードチップだーって、大盤振る舞いじゃんなるけど、俺今、超ブラック企業だからね、今日の俺は。うん、すげえだろ。2時間半この息で喋ってみ、お前ら全員倒れるぞ、泡吹いて。うん、しかも俺寝てねえんだよ、スパーリング後だよ。やべえだろ。超ブラック企業だよ。株式会社ワド。もう2時間で617円だから時給300円だよ。労働基準法違反だよ、これ。普通にバイトするより安い。大変やな。でしょ？うん。だけど、なんかこう、つながりができてきたりするといいんだよ。まあ、捨て頃頑張ったから、花火一発やるかって言って、200人が花火投げてみ、10万円だよ。そこにかけてるんだよ、俺は。うん。寝ないときついけどね、試合でナーバスになって寝れないんだよね。もう寝るけど。だからそれでいいかなと思って。うん。一回にかけるっつうか。和道さんも捨て頃出るんですか？出ますよー、捨て頃。第2試合よろしくお願いします。テルチャンピンとやります、くんさん。よろしくお願いします。第2試合出ます。金より得るものでかいっすよ。あの、人との出会いが半端じゃなく出会えるんで、あの、人間って生涯に出会う、普通のネットがなかった頃って、人間って生涯に3万人とすれ違うの。要は名刺交換したりとか、学校の同級生とか。で、そのうちの中で300人と仲良くなる。要は電話帳の平均って300人って言われてんの。で、死ぬ時に残る人、っていうの。もう友達だったり家族だったり何でもいいけど、50人って言われてんの。これが平均。配信者って1日1万人と出会うの。やばいでしょ。1日1万人と出会うんですよ。で電話帳とかフォロー。あ、ありがとう匿名さん、花火ありがとう。時給上がったぜ。これだよ。時給が跳ね上がったよ。倍になったよ、今。300円が500円になったんだよ。これだよ、みんな。今時給が倍になるっていう奇跡が起きたんだよ。大出世したから。俺今時給500円。そう。そう。これが普通の確率論なのよ。平均化すると。もちろんね、友達一人もいないままとか孤独死する人もいるから。多い少ないはあるけど、平均値はこれなのね。だけど配信者はこの壁をぶっ壊すから。有名になったら。だから恐ろしいんだよ。だから人生狂っちゃう。味しめちゃうの。捨て頃出るのって踊る便所太郎さんと和道さんと小鉄さんですか？いやいや、結構出ますよ。じゃあ改めて紹介します。ですね、便所太郎さんの対戦相手はポンスケさんね。で、選手を紹介します。ポンスケ、3杯目光る和道、テルチャンピン、
セブン、キンバエ、パルパル、どれの深夜食堂、みやびくん、ズキティ。これが選手ね。ベンゾ太郎さん含んで。で、石川のりゆき、桃七ナーボーとかね、この解説とか、あの、ラウンドガールとか、歌とかね。で、あと芸能人とかいっぱい行きますよ。はい、楽しみにしててください。かなり大掛かり。多分ね、関係者だけで40人っつってたかな。演者。で、さらにセコンドとかがいるんだよ、それぞれに。俺のセコンドはロハコさん。うん。和道さんが結婚してて子供いたら配信業やってたと思う。ユー知らないんだ。あの、俺結婚はしてないけど、あの、あれだぜ。あの、子供っていう言い方は俺はしないんだけど、俺の DNA を半分、継いでる男の子はいるんだよ。もう10歳じゃないの。一回しか会ったことないけど。ビッグバンガールズキティとサトミさんは相撲をやります。ルールはね、それぞれ違う。ルールはそれぞれ違う。俺のセコンド、ロハコさん。うん。だから、その、ポスターに載ってない人とかもいっぱいいる。あ、あとね、もしね、募集中なんですけれども、捨て頃の、ボランティアスタッフ1名だけ募集してます。僕の物販をやってくれる人いたら、DM ください。LINE か LINE がいいな。LINE ください。当時試合会場は見れないんだけど、中入れないんだけど、あの、ボランティアスタッフで、あの、もしステッカーとか、僕のステッカー販売して金庫番してくれる人いたらお願いします。お願いします。DM ください。DM じゃない、LINE ください。ね、誰かやってもらえると嬉しいんだけど、東京の新木場、まあ近い人がいいよね。家近くて、あの、その日空いてるよっていう。ビッグバンガール可愛いですね。お付き合いしたいレベルです。あ、でもタレントさんですよ。事務所に所属してる。バイトにしたら誰かしらいそうですね。給料払える感じではないかな。申し訳ないけど。金庫の番にお金管理もあるから、ユイガは。もう最悪な選択だね。最悪な選択だね。ユイガさんできんだわ、すごろ。入れねえわ。会場の中に入れないよ。セキュリティが厳重だから。スマソー。誰かにやってもらえると嬉しいんだけど、まあ当日までね、誰か見つかればいいかなと思って。最悪もうあれだから、募金箱置いとくわ。募金箱置いてステッカーバーって机に並べて、誰か勝手に取ってってやるわ。勝手に取ってこの中に1000円入れてって、賽銭箱形式にする。まあいなかったらいいよ、誰もパクんねえだろ。っていうかステッカー売れるかどうかわかんねえし。まあまあ、みんな忙しいからさ。できればね、俺のこと好きなリスナーさんだと嬉しいんだけどね。助かるんだけど。パクる人いるって。まあ、それはそれでネタになるから美味しいじゃん。それはお前美味しいじゃねえかよ。バカだね。分かってねえな、若造。そんなに美味しいのねえだろ。それで一回引っ張れるんだから。そういう世界だよ。人の不幸は蜜の味って言うからね。悲しい職業だよ。不幸を自分から探しに行くんだよ。殴られる？俺が殴られる？リスナー喜ぶな。じゃあ出るわ。
じゃあ皆さんありがとうございました。放送終わりにしたいと思います。楽しかったです。ゆっくり寝れそうです。ありがとう。みんなお疲れです。フォローしてくれた人ありがとね。おやすみ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。